どうも、マネージャーさんいらっしゃい。今日も楽しんでってください。どうも。あ、1位取りこぼしたね。これなんて読むんだろう。何尾さんって読むんだろう。八尾さんでいいのかな。八尾さんいらっしゃい、楽しんでってください。どうも。1位取りこぼしちゃったね、八尾さん。残念です。取りこぼしたね。こんな時間ですが、体を動かす準備はできてますか？後ほど。いついかなる時も、いついかなる時も鍛えます。いついかなる時も、何時も。例えば、外配信で、郵便局で、リスナーさんにグッズを配送するっていう配信やったんですけど、郵便局でもスクワットしましたし、すき家で牛丼と食ってる時も、スクワットしましたし。はい、僕はいつ何時もリスナーさんの花火を断ることはありません。外配信してようが、企画をやってようが、コラボをやってようが、鮫島さんに笑われたもん。ボーリングやってる時にスクワットして、お前こんなとこでもやんのって言って、どこでもやりますよ。できてますよ。ちょうど筋肉痛が取れていい感じですね。期待させていただいてます。本当にプロ。いや、そこはね、やっぱね、こういう場面でちょっとスクワットさせたいとか、こういう場面で筋トレさせたいってあるでしょ。うん。そこはリスナーさんとの駆け引きなんで、そういうのも含めて楽しんでいきたいなと思ってますよ。マネージャーさんって最近のリスナーさんっすよね。あれっすか、皆さん何きっかけで和道を知ったとか教えてもらえます？どの配信をきっかけでとか、誰々さんから来たとか、いつぐらいの配信から和道のことフォローしたよっていうのあったら、もしよかったら教えてください。ちょっとね、入れ替わり激しい世界なんで、どの時に和道を知ったとか、いつからこう配信乱すようになったとかね、教えてもらえると、あ、こういう配信やるとリスナーさんに受けるんだなっていうね、指標が出来上がるんで、自分にとっての、ぜひぜひ教えてください。あとね、和道のこんなところが好きだよとかね、和道のこんなところが嫌いだよっていうのも、ぜひ教えていただけると参考になりますんで、配信の。よろしくお願いします。前からリスナーなんですけど、3ヶ月ぐらい前。前からリスナーだったっけ？マネージャーさんって。でも、ヘビーで見始めたの、ここ最近な気がする。マネージャーさんが。うん。ここね、最近ヘビーになってくれた気がする。こうちゃんさんいらっしゃい、こんばんは。俺結構コテハンとか覚える方だから、誰とどんな会話したとか。うん。今年入ってからなんかすげえヘビーで見てくれてる気がするな。ロムセンさんだとわかんないからね。ロムセンさんはほんとわかんない。3ヶ月前だと何があったかな。ちょうどふわっち来始めたぐらいか。あ、そっか、コメントをしてなかったんだ。そっかそっか、ありがとう。嬉しいっすよ、やっぱりコメントしていただけると超嬉しいっす。コメントありきなんで、どうしてもこの世界。自分は最初の YouTube で和道さん拝見しました。あ、そうだったんですか。 YouTube から来てくれたんですね、こうちゃん。ありがとう。楽しんでてください。こうちゃんは結構先輩の方かな。うん、アラフォー少年ってことは俺より一回りぐらい年上なのかな。やっぱり露白、ああ、五社部事件はでかかったよね。去年ね。
三宅さんこんばんは。楽しんでて。ドラちゃんいらっしゃい。ニコ生で外配信で検索して見つけた気がした。ほう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 。そこに引っ越して、そこに引っ越してきた時から見てます。結構古いよね、ドラちゃんはね。ニコ生時代だから、ここに引っ越してきた時がね、3年ぐらい前だから、相当だね。はい、ハチワドツー。ハチごめんね。あのね、ハチ別にツイッターフォローしようと思ってたんだけど、ツイッターって最初にアカウント作ると、フォローの規制がかかるんだよ。それで、自分のフォロワーを上から順番にやってて、ハチ古かったじゃん。だから、ハチはフォローしようと思ってたんだよ。だから、変な疑いとかやめてよ。うん。俺にとってハチはすごく大事なんだから。そう、上から順番に新しいフォロワーからこうクリックしていったから、で、そろそろ規制かかるなと思って。うん、ハチフォローしたから。ツイッターね、フォローバック用のアカウントプライベートアカ作ったんで、もしよかったら、フォローしてください。実際、ふわっちキャス師匠は初心者です。まだ半年なんです。半年だったら俺より古いっすよ。うん、大丈夫？うん。信頼関係崩れたら嫌だからさ。うん、ハッチはずっと応援しててくれたし。オフ会でもね、ハッチの話題出るんだよ。ハッチ呼びたいねとか、どんな人なんだろうねって。オフ会でも必ずハッチの話題出る。ハッチがここにいたらいいねって。ね、いつかね、会えたら嬉しいよね。いろんな人が、こう、すれ違って、いろんな人がね、支えてくれて、歴史がある放送ですよ、本当に。紆余曲折。ああ、でもね、ツイッターに書いたんだけど、正月3日経ったんだよ。で、親父に電話したの。携帯電話起動して。俺、プライベートの携帯オフってるから、いつも。で、電話して、親父と5分ぐらい話したんだよ。いろいろあったな。なんか、親父も定年退職するって言ってて。で、まあ、生活保護抜けるよっていうことと、まあ、配信で食っていけるようになったっていうこと。まあ、配信っていうのがわかんないから、親父は。まず、テレビとかも見ないし、インターネットも全く疎くて、最近メールを覚えたぐらいだから、もうインターネットそのものが、なんつうの、苦手な、まあ、おっさんだからさ。で、まあ、インターネットで副業やっててっていうことを言って、まあ、それは知ってるんだけど、それで食っていけるようになったっつったら、何のことだかわかんねえけど、すげえな、みたいな。おめでとうっつってくれて。で、生活保護抜けるっていうのと、あと、執行猶予終わったよっていうことを言って、ああ、いろいろあったな、っつって。まあ、お前の人生だから、っつって。それは糧にしないとダメだよな、っつって。うん。それは、ね、4年間、まあ、いろいろあったけど、経験にしないとダメだぞ、って言ってて。で、日本旅するよって言ったら、おおっつって、なんだそれって言ってて、仕事どうすんだって言って。で、まあ、あと彼女のこと話して。うん。まあね、すごい大きく変わったよね。この4年間。だからもう、俺にとってはさ、生活保護を受けるっていうことも、執行猶予、要はオレオレ詐欺の事件のことも、ニコ生も全部くっついてるセットのものだからさ、自分の人生が変わったっていうか、まあ、ね、そっからだから、そっから4年間本当にいろいろあってしんどい時もあったけど、積み重ねだなって本当に思ってます。いろんなことが。新しいフォロワーさん紹介します。まさきちさんフォローありがとう。あいらさんフォローありがとう。ゆたぽよさんフォローありがとう。村上健一さんフォローありがとう。新しいフォロワーさんです。本当にいろんなことがあった。でも、あれだね。失敗も成功もあるけど、本当に。失敗も成功もいろんなことがあるけど、動いたとか行動したっていうことは普遍的だなと思った。普遍的だよね、本当に。変わらないっていうか。まさきさん、初見です。よろしくお願いします。あ、初見さんありがとうございます。コメントありがとうございます。もしよかったら、楽しんでいけたら、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ワードです。ふわっちで配信を始めて3ヶ月ぐらいですね。ありがとうございます。本当にいろんなことがあったけど、まあ、なんか、本当無駄じゃなかったなっていう、まあ、ツイッターの最後も、頑張ってよかった、無駄じゃなかったっていう風に書いたんだけど、本当に無駄なことなんてなかったなって思った。いや、とんでもないです。ありがとうございます。無駄なことなんてなかったよ。ねえ、いろいろあるわ、本当に。あ、あとね、おかげさまで、のんたん。のんたん、おめでとう。マロングラスでのりこの T シャツ2枚売れました。うん、おめでとう。ですね、彼女が、アーティスト活動を始めまして、
僕と一緒にコラボして、T シャツ販売をやっているんですけれども、マロングラッセのりこというね、作家名で活動しております。もしよかったら、和道グッズっていうところのリンクを踏んでいただければ、彼女の作った T シャツの作品が2点販売されてますので、もしよかったら覗いてみてください。結構おすすめですよ。僕のおすすめは飛躍ですね。飛躍っていう作品がおすすめです。結構かっこいいデザインの T シャツになってるんで、もしよかったら購入してください。 T シャツ1枚5660円です。あとは和道グッズも同時に販売してますね。パーカーが今一番売れてます。パーカーは6590円で売ってます。すずりっていうサイトでね、販売してるんで、いいですよ、すずり。バガープレゼントありがとう。アイテムありがとう。バガープレゼントありがとう。っていうかさ、俺、アイラに言われたんだけど、絶対ないと思うんだけど、おお、美咲ちゃんいらっしゃい、バトツ。バガープレゼントありがとう、美咲ちゃん。ハチプレゼントありがとう。アイラ曰く、今月の和道は50万稼ぐって言ってんの。なくない？俺、それはアイラ言い過ぎって言ったの。アイラ曰く、俺の予想、アイラは俺の予想ね、50万今月行くぞ、和道って言ってて。で、いや、さすがにないと思うよって言って。ただ、25万は行く可能性あるんじゃないとは言ったの。アイラに。今の流れだと。いや、でも少なくても30は行くでしょうってアイラが言ってて。なんか、正直な気持ちを言うと、俺は配信で貧乏な生活でも食っていければいいって思ってたの。これは正直な気持ち、本当にそう思ってたの。貧乏生活でもいいから、好きなことで配信で食っていけたら最高の人生だと思ってたんだけど、実際その2ヶ月15万をクリアしたんですよ。配信始めて、まあ最初の月は10日間しかやってなかったから3万円ぐらいだったんだけど、次の月が18万8000円。2016年11月が18万8000円で、2016年の12月、先月が16万だったんですよ。で、今月はどうなるのかなっていうのが、まだ20万円台に行ってないからあれなんだけど、これね、不思議なもんなんだけど、欲が出てきたね。いい意味なのか悪い意味なのかわからないんだけど、本当に1000万プレイヤーになってみたいと思った。ちょっと大きく言ってるんだけど、これは。これもちろん大きく言ってるんだよ。個人事業で年収1000万ってどれくらいなのかな？ 80 万ぐらい稼げば行く？ 80 万だといかないか。年収1000万って月ベースで言うとどれくらいの売り上げ必要なんだろう。でも配信で1000万取りたいなっていう気持ちがすごい強くて、今なんか、配信会ではその16万20万とかさ、取っていけたらさ、あ、和道やるじゃんっていう評価になると思うんだけど、世間一般で言ったらさ、やっぱり年収1000万ぐらい稼いでないと、他ジャンルの社長と話ができないなと思ったの。要は、まあ、食ってける子でしょっていう、頑張ってる子でしょっていう扱いになると思ってて、そうじゃなくて1000万ぐらい取ったらやっぱトッププレイヤーになれると思ったんだよ、配信の。で、配信のトップにやっぱ君臨していきたいんだよね、すごく。それは閲覧とかじゃなくて、その配信で飯食ってってるっていう、そのプロとして自覚をすごい持ちたいと思ってて、今そういう欲があるね。それは今年中に達成するとか、近々の目標じゃなくて、でっかい目標で、その3カ年計画ぐらいで考えてる。配信で1000万プレイヤーになりたいっていう。そしたら、なんか、その自分の配信っていうのにもやっぱり自信が持てるようになると思ってるし、そう、より配信が好きになれると思ってるんだよね。今はそんな気分ですね。ちょっと配信っていうものをもっとみんなにとってね、世間にとってポピュラーなものにしたいし、それで、普通に勝ち組の生活に入れるんだよ、みたいな。憧れるっていうかさ、俺らのっていうか、俺、リスナーさんはやっぱ、ファンになってくれてる人だと思うから、俺は仲間って感覚なのよ。
一緒に作り上げてるチームのメンバーだと思ってて、だけど、もっと外の世界ってあるじゃん。インターネットを知らない人っていうか、そのキッズとか、それこそこれから生まれてくる子供とか、そういうところまで、なんかこのインターネット放送、そう、和道の放送ってわけじゃなくて、インターネットの放送っていうのが楽しいんだよっていうのが伝わると面白いなと思って、この業界自体をでかくしたいんだよ、俺。そう、一個の歯車としてよ。もう自分が引っ張っていくとかそういう話じゃなくて、一個の歯車としてちゃんと確立させたいと思ってる。たくみさん、ワード2いらっしゃい。楽しんでて。そう。その配信っていう歯車の中に確実に名前が出てくるようになりたいね。あ、ワドーってやつもいたよねっていう。そう。わかるよね。なんかさ、やっぱり配信ってまだサブカルだと思ってるの。メインカルチャーになってないじゃん。でも、もうチャンスがあるとしたらあと5年だと思ってるの。あと5年、10年。で、この配信っていう業界がもう本当になかったことになるのか、それともでっかい産業になるのかっていう。で、俺はふわっちは結構切り札だと思ってるんだよ。配信を有料的要素があるってことを拡散したくない？したいっすね、ブルさん。本当にしたいっすね。で、俺実は去年の末に、ふわっちの運営さんにダイレクトメールを送ってるんですよ。もう本当に俺ふわっちが好きで、俺ふわっちでどっぷりやっていくつもりだから、本当に運営さんと一回その挨拶がしたいと。で、今後のこと話すとかそういうことじゃなくて、つながりを持ちたいっていうことをお願いして、ちょっと本社に挨拶行かせてくれって言ったんだけど、断られましたね。どの配信者さんもお断りしてるんで、気持ちはめっちゃ嬉しいですと。和道さんが、俺結構運営さんとダイレクトメールって結構やり取りしてんのよ。で、いつも神対応だから、俺も結構新年の挨拶とか、年末とか結構メール送ってて、そう、丁重にお断りされたよね。もう気持ちはほんと嬉しいですと。毎回その、ふわっちを盛り上げようとか、ふわっちを運営でもないのに、そんな、なんか、ふわっちをメジャーにしようとか、結構熱いメール送ってんの、俺。もう、ふわっちを、もう本当に神サイトなんで、もうツイキャス超えましょう、みたいな、うざいメールを送ってんだけど。まあ、そう言ってくれてありがとうございます、みたいな感じで。ただ、ちょっと、みたいな。配信者と会うのはちょっと、みたいな感じで。まあ、それそうだよね。でもね、ちょっとね、元ビジネスマンとして、ふわっちの経営者とか運営さんとかとつながりは持ちたいなとは思ってるね。だから、もう本当にそれくらいの影響力持たないとダメだよね。ほんとふわっちでナンバーワンに稼ぐようになったらさ、もう無限に断れなくなってくるんじゃん。1億とか2億とか1000万とか稼いできたらさ、もうそれこそ争奪戦になってくるわけじゃん。石川紀之みたく。ぶっこ抜き合いが始まるわけよ。運営からの。ここだけの話なんだけど、俺はまだないんだけど、大手配信者さんになると、やっぱ、運営から声がかかるのよ。で、そういうの聞いてるの、俺は。運営から、ぜひうちのサイトをメインにしてください。で、裏がね、これくらい払いますよっていうのはあるのよ、実際。だから、それくらい影響力のある配信者にはなりたいなとは思ってるね。運営から声がかかって、ぜひうちで、運営から頭下げられるってすごくない？ぜひうちのサイトでやってくださいって。毎月安定的に稼ぐ仕組みを作りたいような。ですね。それは作りたいんですけど、それは作りたいと思うんだけど、でもね、俺は、配信者はそういう業界の人間じゃないと思ってるんですよ。要は、テレビで言うところの芸人さんにすごく近いから、タレントとか芸人にすごく近いから、人気商売なんですよ。だから、俺ができることっていうのは安定的に稼ぐことじゃなくて、常にその人気上位に居続けるかっていうことが一番安定的なことになると思ってるから、なんて言うんだろうな、ライバルが多いんですよ。本当に。で、いつ何があって干されるかわかんない世界なんですよ。配信って本当に。いつファンがアンチに変わるか、アンチがファンに変わるか、本当に流動的なんですよ。だから、俺はすごいそれを意識してるかな。その、ファンになってくれた人が、その、なるべく、その、嫌いにならないようにっていうか。俺のね、今年の目標は、もう、去年から言ってる通り、旅をすることにコミットしてる。旅。今年は旅。で、俺ね、人生設計みたいなのって、その、一生可燃計画と、十可燃計画と、三可燃計画に分けてるんですよ。要は、3年以内に達成することっていう3年のスパンと、10年っていう、その、もうちょっと大きな目で見てるのと、あと人生で必ず達成したいことっていう、その3つのカテゴリーに分けてるんですよ。
で、普通の人って1週間後どうしようとか、1ヶ月後どうしよう、半年どうしようって考えると思うんだけど、俺はね、あんまりそういう短期的な目標を組まないです。で、もう今年の目標っていうのは数年前に決まってることっすね。言い方を変えればレギュラーとして視聴率を稼ぐって言い方、あ、そうっすね。そういう認識だと正しいかもしれない。レギュラーを取っていくみたいなね。うん、そうっすね、そうっすね。でも、ほら、本当に俺は、なんかね、そのテレビと配信の圧倒的な違うところって、視聴者さん、要はリスナーさんとの距離感が圧倒的に近いんだよ、配信者って。だから逆に言ったら、ファンになるか、要はただ見てる人、やじ馬からファンになって、ファンから支援者、スポンサーに変わるんですよ。これが面白いね。普通大手企業からでっかいお金をスポンサー取るまでが大変っていう考え方な。そのファンが集まって、ファンが武器になってっていう、ファンが自分の実力になって、違うんだよ。だから大きいのが1000万とかがドンって契約が来るんじゃなくて、小さい間口でスポンサーにもなれるし、ファンにもなれるし、アンチにもなれるっていう、これが面白いね。だから俺はいつも言ってるのが、本当にこの放送がなんか楽しいとか、この放送応援したいって思ったら、本当に月収の100分の1ぐらいを投げてくれたらすごい嬉しいって言ってる。例えば10万円アルバイトしてる人だったら、1000円投げてくれるとすごく嬉しい。100万円ぐらい月稼いでる人は、1万円ぐらい投げてくれるとすげえ心地いいっていうか、なんか、それくらいのバランスが一番いいと思ってる。なんかその、お金をさ、その、10万とか100万とか1ヶ月で、その、ホストみたいなやり方で、大きくその、もらって、すぐ消えちゃうみたいな可能性あると思ってるけど、俺は、配信っていうのがもっともっと長く、息の長いもので、一生の付き合いでやっていきたいんですよ。だからそれを考えると、本当に、もうなんつうの、5万円しか稼いでない人は500円投げて、ぶっちゃけた話、5万円稼いでたら500円って余裕じゃないですか。それくらいの100分の1、俺は全力を出して、みんなの100分の1よりもコストパフォーマンスいい、月収の100分の1よりもすごい楽しいエンターテインメントを作るから、もし応援してくれるんだったら、それくらい投げてもらえるとすごい助かるっていうふうに。そう。そしたらみんなが100分の1の負担で済むし、全員がちゃんとやってくれたら100分の1で済むんだけど、それをみんながやってくれたら俺スーパースターになれるっていう。それはすごいありがたいっていう。そしたらみんなにより還元できるから。貢がなきゃはダメよ。やっぱ貢ぎはね、無理があるんだよ。あくまでファンになってくれて、この放送を維持しようっていう、スポンサーになってくれるっていう感覚があるんだったら、それくらい投げてもらえると嬉しい。で、それがね、やっぱね、3万人とか1万人とか超えてきたら、もうすごいことになると思ってる。もう本当に面白い配信ができると思ってるのよ。それこそ、金が制約になってて、金銭的な制約で企画ができないっていうのは、もったいないと思ってるから。株式会社、そうだね。だから、本当に俺、旅から帰ってきたら、本当にビジネス仕掛けようと思ってるんだけど、その時は、株式会社化しようと思ってるんだけど、その時、今まで支援してくれてた人に声かけるよ。株持ちませんって。俺、会社作って本格的にやろうと思ってるんですけど、株持ってみませんかっていうのを声かけようと思ってる。うん。そしたらさ、俺が、ちゃんとやっていくことに対して、株主としての責任が有限責任で発生して、もっと盛り上げないとって思うし、和道が盛り上がったら盛り上がった分だけ、その、リターンがあるわけじゃん。投資になるわけじゃん。それはすごい面白いなと思ってて。なんか、近い人とか、本当に買ってくれてる人とかに投資してもらえると嬉しいなとか思ってるね。ただ会社とは違うんだけど、会社でやったら面白いかもしれないよね、それは。でもそれを配信で絡めるとどうなのかなっていうのがあるから、俺はそのインターネットサービスで新しいことを始めたいっていうふうには思ってるけど、なんか。それか、あれだね、社会貢献系のビジネスがいいね。そう、障害者の働く場所を提供するのか、そう、ホームレスの、その、居場所を確保するみたいな。面白いよね。うん。合同会社っていうのもあるんだけど、やり方としては。でも株が一番綺麗だと思うよ。一般的なポピュラーなやり方だと思うから。いや、俺はね、ホリエモンとか、それこそホリエモンの先輩の先輩とかにビジネスを教わってたんですよ。だから、ホリエさんがいかに天才かとかわかるの。孫正義さんの先輩とビジネスやらせてもらってたんですよ。その人たちから教えてもらってたから、
やっぱね、起業家でね、上場させる人っていうのはね、レベルが違うよ。初見です。面白いのでフォローしていいですか？もちろんです。大大さん、ありがとう。よろしくお願いします。やっぱりね、億稼ぐ人は億のマインドだよね。心の持ち方が全然違うっていうのかな。マインドが違うんだよ。要はいつも言うんだけど、起業家だった頃言ってたのは、10万円の稼ぎ方と100万円の稼ぎ方と1000万円の稼ぎ方って根本的に考え方が違うのよ。だから、そう、10万円、例えばさ、よく言うんだけど、これ時間の長さも関係してくるんだけど、大きいことをやろうっていうふうに考えると年数が長くなるの。だから、例えば貧乏人の人って今日の飯のこととか、明日の飯のこととか、お金のこととかばっかり気にしてんの。で、このスパンが長ければ長いほど所得が高くなるっていう法則があるんですよ。要は会社とかで明日のことどうしようって考えてるのって現場単位だと思うの。明日の売り上げどうしようとか、今月の売り上げどうしようって考えてるの。でも、でっかい企業とか上場企業って3カ年計画、10カ年計画、50カ年計画って言って、その50年後先とかを計画とし、社員が打ち出すんだよ。チャルマンおはよう。明けおめことやろう。ご無沙汰。そう。だから、大きいことをやろうとするとやっぱ時間かかるよ。お金もかかるし。新しいフォロワーさん紹介します。大大さん、フォローありがとうございます。稼いでる人見てきたけど、やっぱ大きな目で見てるよね。大きな目で見てる。自分の人生そのものをどうするのかっていうこと。だから、そのホリエモンがいかにすごいのかっていうのを、今の時代が変わったから、なんかただのさ、ホラレモンになってるじゃん、今。なんかオカマと付き合ってる、なんかデブの元お金持ちのおじさんみたいになってるけど、ホリエモンがどれくらいすごかったかっていうと、ソニーを買収しようとしてたんだよ。ソニーって日本一の企業なわけじゃん。日本でナンバーワンの企業なんですよ、ソニーっていう会社は。それもみんな知ってるわけだ。で、今のソニーとはレベルが違うのよ。やっぱりもっとすごかったの。もう本当に世界中の人がウォークマンを聞いてた。iPhone と同じように。世界中で iPhone って売れてるけど、世界中のラッパーとか音楽好きな人たちとか、普通の人たちとか、みんな iPhone じゃない。ウォークマンを持ってたんだよ。で、ジャパンアズナンバーワンだったんだよ、やっぱ。ジャパンがナンバーワンだったの。日本の製品が最先端だったのよ。だから、その当時のアメリカの映画とか、ダイハードとか見るとわかるんだけど、テロリストの企業、ジャックした企業がやっぱ日本企業だったりとか、ネオ東京って言って、東京が舞台の映画とかいっぱいあるんだよ。もう日本の東京がかっこいいみたいな。東京の文化すげえクールみたいな。でも今そんなの感じないじゃん。で、その時にホリエモンはいきなりソニーを買収するって言い始めた。で、なんでソニーを買い取りたいかっていうのがすごくて、その当時のプレゼンテーションを聞くとびっくりしてて、音楽を携帯するデバイスっていうのがあるでしょっていう。それがデータ化される時代が来るんだって言ってたの。で、電話っていうのも小型化してると。要はインターネット端末っていうのをデバイスとして作りたいんだっていう。ソニーの経営権は自由にやらせたいけど、そういう事業所が欲しい。ソニーとライブドアを提携させて、インターネットツールができる小型のデバイスを開発するノウハウっていうのは日本は持ってるって言ってたの。これって何かっつったら iPhone のことなんだよ。今のスマホのことを言ってるの。だから、スマートフォンっていう概念もなかったし、なんつうの、iPod みたいな概念もなかった頃に、ホリエモンの頭の中では iPhone があったんだよ。これどういうことかっていうと、スティーブ・ジョブズと同じことが見えてたんだよ。日本のホリエモンが。それが潰されちゃったんだよ。だから、やり方は下手だったかもしれないけど、なんつうの、天才的だとは思うよ、やっぱり。堀江貴文っていう男は。俺はだから、レベルが違うと思ってる。発想力が違うんだよ、やっぱり稼ぐ人って。だから、あの頃のホリエモンの話を聞くと、ああ、やっぱり、なんか、お年寄りたちには嫌われたけど、この人がもしアメリカで起業してたら、すごいことになってただろうなっていう。さすが、日本の企業で上場するだけあるなと思った。見てる未来の見方が違うんだよね、全然。だって、スマホなんて流行らないって言われてたし、携帯電話そのものも流行らないって言われてたからね。今では携帯さ、1台2台持ってるのが当たり前の時代になったじゃん。だ
俺はよく言うんだけど、非常識と未常識は違うよって言ってんの。未常識っていうのはまだ見ぬ常識のことなんだけど、未常識って非常識だと思われやすいんだよ。だけど、ホリエモンは非常識なんじゃなくて未常識にトライしてただけだよっていう。次の常識を作ろうとしてたんだよ、彼は。だから惜しかったなと思うね。日本がだから、またね、IT でトップでシェアめちゃめちゃ取れるようなこともあったろうね。本当だったら。いや、エクスペリアとかが iPhone みたいにさ、世界中のシェア取ってたかもしんないんだよね。ウォークマンっていう名前で。うん。未成年インコーさんいらっしゃい。だ常人が思いつかないことを思いついてるよね、やっぱ。起業家っていうのは。タブーにトライしてるっていうかさ。タブーの先に儲かる話とか常識が生まれるような話があるんだと思うよ、俺は。新しい未来があるんだよ、そこに。最近変なやつが和道さんのことディスってるような。なんかね、噂で飛んできたけど、トミコーっていう配信者じゃないかな、それ。車のサムネイルのトミコーっていう人が俺のことディスってるっていう風に言うけど。俺はね、正直言うと、なんだろう。ほっといておくしかないかなっていうのは思ってるかな。ある程度そのネームバリューが上がってきたらさ、ディスられる対象になってくるわけじゃん。要はコンテンツホルダーになるってそういうことだと思ってるから、配信者、今、リスナーさんと配信者の垣根がどんどんなくなってて、やっぱリスナーもやるし配信者もやるっていう人がすごい増えてるじゃん。で、そう考えると、やっぱりその自分が気になる人を話題にトピックにあげるじゃん。俺も過疎だった頃、何気なくやっぱりうなちゃんマンの話とか、みどりさんの話とかよくしてたけど、みどりさんたちからしたらさ、まあしょうがないよなって思ってるわけじゃん、それは。まあ誰かが言うよな、みたいな。そう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 。注目があるからだと思ってて。で、別にその配信者として物申したいことがある、とつかけたいって言うんだったら俺は受け取るし、全然。話したいことがある、意見物申したいって言うんだったら受け取るけど、あくまで自分の枠でやってる分には、もうほっとくしかないと思ってる、俺は。それ気分は良くないよ。正直言うと気分は良くないけど、その、俺がいちいち構ってると、自分のコンテンツができなくなるわけじゃん。そうなるのが一番怖いかなと思ってて。まあ言わせておくのが一番いいのかなっていう。で、その人が間違ったことを言ってたら、やっぱりリスナーさんは反論するし、リスナーさんってバカじゃないんだよ。リスナーさんってちゃんと見てるから、お前トミコーそれ言ってること間違えてるよってなるわけじゃん。うん。で、トミコーが正しいことを言ってたら、あ、トミコーお前が言ってんの正しいわってなると思うから。俺は影響ないっすね、正直。影響俺はない、正直。まあだから、名が上がってきたっていうか、評価されてるんだな、ぐらいにしか思ってないっすね、正直。まあ、それはしょうがないよ。うん。それはしょうがないことなんだよ。ネットで有名になるってそういうことだから。例えば、芸能人で超有名になって、週刊誌取り上げないでくださいって無理じゃん。どん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 有名になっていって、週刊誌フライデーしないでくださいとか無理なんだよ。だからフライデーみたいなもんだから、俺からしたら。うん。で、間違った記事も書かれるし、本当のことも言う人もあるじゃん。それは出版社の信用だから。要はその配信者は配信者の信用じゃん。トミコーさんっていうところは、ファンがつくのかつかないのかって話だから。あ、ありがとう、未成年インコーさん。トミコーさんが俺のフォロワー超えた時っていうのは同じことされるわけだから、トミコーさんは。でしょ？だからその時にどう思うかじゃん。もうこれはしょうがないんだよ。俺の噂するなって言うんだったら、だったらネットやめろって思うじゃん。でしょ？俺がさ、その、周りの人が、その、俺の話題出さないでって俺が言い始めたらさ、いや、お前が勝手にインターネットで表明してさ、って、世界中に無料で見れるコンテンツやってんだから、それお前の責任だろうってなるでしょ。だからこれしょうがないんだよ。この職業を選んだ俺の責任だから。だからまあ、好きに言っていいっすよ。ただ好きに言っていいけど、自分の発言には自分で責任持ってもらいたいと思う。うん。
でもね、多分俺の予想だと、ちょっと売名したかったんだと思うよ。だっていきなりさ、トミコーって人もともと俺のリスナーなのよ。で、特に俺にアンチコメント打ったっていう記憶がないの、俺は。ってことは、俺のもともとリスナーで、和道のことちょっとディスってみようっていういたずら心をやってみたら、人が思ったよりも集まったと。で、リスナーも取れて1万円手に入ったと。それに味を占めて、要は和道のことディスってれば、その人が集まるんだっていう風に味を占めてるんだと思うよ。俺は正直。本当にディスりたい。俺はほら、その彼の放送を見てないから何とも言えないんだけど、彼がどれくらいの気持ちで言ってるのかわからないけど、でも、例えばさ、仮想配信者でさ、普段アクティブ10もいかない人がさ、100とか超えたらさ、美味しいって思うじゃん。だから、和道の名前、ネームバリューあるから、和道のことディスっとれば人集まるんだってならない。多分そういうもんだと思ってるけど、でもそれだと先がないよね。自分のコンテンツで人を集めることができてないわけじゃん。あくまで俺のサブコンテンツみたいな感じになっちゃってるから。だからどう転んでも俺が美味しいだけなんだよね。だって俺が寝てる間に宣伝してくれるようなもんじゃん。でしょ？ 俺が寝てる間も和道の話題ずっと語ってくれるわけだから、あ、和道ってやつ見てみようかって思う人いっぱいいるわけじゃん。宣伝だよね、簡単に言うと。ただ美味しいだけだよね。だから別に止める気もないし、言いたいことがあるんなら好きに言っていいんじゃないですかって感じだね。それがまあ配信だから。でもまあ、もし、それは配信者じゃないと思ってるから俺はそれを言うんだけど、配信者としてもし一発で自分も配信でやってくっていう気概のある人だったら普通は凸かけてくると思うけどね。普通は。要は、ワード話があるんだけどいい？っつって、冷静に自分の意見をぶつけるっていうのは大事だと思う。もし本当に不服、不、不明、不明、え？不服とか不満とかあるのであったらさ、まあ難しいところだよな、そこは。トッツとコラボはしたくない。ああ、じゃあいいんじゃん。ならいいと思うよ。それはほら、自由だから。別にしろって問題でもないと思うし、したければ別にしていいと思うよ。配信依存度の差。配信依存度の差。別に喧嘩してるわけでもないからって言ってた。ああ、じゃあ意見を言ってるだけならフェアなんじゃん。いろんな意見があるっていいと思うよ。言論の自由だから、それは。間違ってるとか正しいとかじゃなくて、俺はこう思うよっていうのはいくらでも言っていいと思う。いや、あれは結構迷惑してるんだよね。俺は、あんまり気持ちよくないですね。だからいつも言ってるけど、やっぱディスられたりとか、迷惑になる行為をされてたら気分は良くないですよ。だけど、それを止めようとかっていうのは無理なことだと思ってる。もうほっとくしかない。旅で和道さんに会えるのを楽しみにしてる。ぜひぜひ、リアトしてください。どうしようかなと思って、布かなんか買ってマントにして、そこにリスナーさんのリアトつ書いてもらおうかなと思ってんだけど、のぼり旗とかの方がいいのかな。海老蔵さんが日本全国やってた時、旗を持ってたんだよね。でっかいさ、パチンコ屋とかの道路のところに刺してる、バタ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 って旗あるじゃん。
海老蔵さんはそれを持って旅してたらしいよ。でもさすがにそれ荷物になるよなと思って、なんかでっかい国旗がいいのかなとか思って、タスキだと多分書ききれなくなるから、でっかいこれくらいのでっかい布がいいと思ってる。そこにリアトゥした人のメッセージを書いてもらうとか。新しいフォロワーさん、未成年インコさんフォローありがとう。未成年インコ、コテハン変えた方がいいよ。コテハンあんまネガティブなの良くないよ。なんかもっとかっこいい名前つけなよ。未成年インコクライン。こういうのネガティブなの良くないよ。なんか、新しい名前考えなよ。ちゃんと話できる人なんだから。今更？ 何が今更？名前か、何がある？なんか好きなものとか、なんかないの？ヒント教えてよ。好きなものとかさ、なんかこう、好きなことがいいよね、やっぱ。名前って好きなものをつけるといいと思うよ。ハッピーになることとか、ワクワクすることとかさ。それをもとになんかコテハンつけるといいと思う。名前ってさ、自分でやっぱ普段呼ばれる名前だから、洗脳されやすいっていうか、自己暗示かかりやすいじゃん。だからネガティブな早期イメージが起こる名前ってあんまり良くないんだよ。だからね、もっとね、いい名前つけた方がいいよ。楽しい名前を。名前は一番呼ばれる回数が多いワードだから。好きなことがギャンブルしかない。ラッキーセブンとかでいいんじゃないの？ラッキーセブンとか、核変とかいいんじゃないの？ 核変とか。万馬券とかいいんじゃない？万馬券とか。万馬券さんいらっしゃいとかさ。なんか好きなギャンブルの種類で縁起のいい名前ってあるじゃん。そういうのがいいじゃん。勝ち馬とかさ。勝ち馬さんいらっしゃいみたいな。ギャンブルで好きで、その業界の中でいいワードってあるじゃん。そういうのをね、自分の中に取り入れた方がいいよ。だから、ポーカーが好きな人とかだったら、ロイヤルストレートフラッシュとかあるじゃん。好きな役とかあるじゃん。役満さんとかさ。そういうのはハッピーになるよね。だけど偽物は人畜無害なので安心してください。私がフォローしましたので安心です。俺はだからさっきから言ってるけど、正直言うと気分は悪いね。確変でいいんじゃん。確変いいじゃん。確変いいと思うよ。確変。 快適だよ。固定班確変はいいと思うね。帰ってきて帰ってきて。日本全国の旅はどんなことするんですか？俺はよく言ってるけど、旅は企画じゃないよっていうことを言ってて、旅人になりたかったんですよ。スナフキンとか、車虎次郎とか、夢として旅人、知り合いにもいるの、旅人っていう人が。半年間日本で、
必ず高時給のバイトをして空港とかで働いてて、で3年間そのお金を元手に旅を続けるっていう人がいたの。それをもうさ、10年以上続けてる人が職場にいて、で俺は旅人だからって言ってて、あ、旅人ってかっこいいなと思って。あ、クライン確変中いらっしゃい。確変の方が、確変、クライン、あくまでクラインなんだね。ありがとうね、ことを考えてくれて。俺は確変って呼ぶわ、じゃあ。確変さんいらっしゃい。で、だから、ただ旅をしたいんだよね。旅行がしたいんじゃなくて。ああ、新しい。いや、ごめんね、みほちゃん、悪いんだけど、これ以上その話題続けるんだったら、みほちゃん、あんまり気分良くないわ。やめて。俺は迷惑だと思ってるから、この話題あんましてほしくないかな。申し訳ないけど。別に宣伝だと思ってないし、嫌がらせをしてるだけだと思ってるから、もしこの話題続けるんだったらブロックします。マネージャーさんいらっしゃい。確変ありがとう、こちらこそ。俺はネガティブな感情いらないし、ネガティブなの本当に嫌いだからさ、ネガティブなこと考えてる時間がもったいないんだよ。生きていく上でいらない感情だと思ってるから、俺は。飲み物取ってくるわ。5時頃に体鍛えますか？そうっすね。じゃあ5時頃行きますか？トレーニングしますか？パパ、お年玉ちょうだい。はやぶささんいらっしゃい。俺、息子じゃないけどな。ごめんね。俺、お年玉もらう派だから。配る派じゃないから。俺も欲しいな、お年玉。でも、たくさんもらったよ、配信で。お年玉。KP。始発で東京の杉並区行かないといけないから眠い。杉並でなんか予定あんの？ねえ、パチや。KP。僕も親から3万円もらった。3万円ってすげえな。俺大体1万円とかだったけどな、お年玉。3万円もくれるんだ、今の親って。すげえな。3万ももらったことあったかな。あ、知り合いに会いに行くんだ。半分ゲーセンで使った。ゲーセン俺行かないかんな。だったら家でゲーム買った。ていうか、バイオハザードのセブンすごくない？バイオハザードセブン見た？めちゃめちゃ面白そうだよ。めちゃめちゃ面白そう、バイオハザードセブン。YouTube で体験動画
結構いっぱいあって見てるんだけど、やばいね、あれ。超怖えよ。バイオハザード史上多分一番怖いと思う。すっげえ面白そう。バイオハザード7。ホラーゲームだよ、あれ。ホラーゲーム。小学生1万ももらうんだ、今。すげえな。VR、バイオハザードやりたいもんな。欲しいもん、あれ。なんか、狭い家の中でずっと物語が進んでいくんだけど、もう超リアルなのよ。映画みたいな映像なの。で、ゾンビがなかなか出ないの。ホラーゲームみたいな感じなの、本当に。もしよかったら見てみ？バイオハザード7。超怖えから。あんなの震えるよ。なんか、幽霊系なんだよな。幽霊系。あれはプロデューサー相当いいよ。お前 VR 今年流行ると思う。いきなりお前はないでしょ。なになにさんいらっしゃい。知らない人にお前って言われるのはちょっと気分が悪いんだけど。PT とかいうやつは、PT わかんないですね。VR 流行るかどうかはわかんないけど、俺はやってみたいと思いましたね。単純に。VR はすごい可能性あると思ってるし。ただ、ね、流行るかどうかっていうのはやっぱり値段の問題とかあるじゃないですか。マーケティング的な問題もあると思うから、その辺は専門外なんで。PT っていうのが怖いんだ。はい、まず2、つかつちゃんいらっしゃい。楽しんでて。早起きだね。今日はね、コメント男性メンバーが多いですよ。女性陣が全然いない。時間帯かな？なんかキッズが多いね。冬休みっていつまでなんだろう。冬中が多いですよ。冬中が。バーやってないよ。もうとっくにやってない。寝れないときは寝ないっすね。寝れないんだもん。寝れないとき配信やってますよ、僕。うん、今は配信のみ。そうっすね。配信だけっすね。あと、まあ、バイトやってますけど。新学期は7日か10日ぐらい。ああ、じゃあまだまだ先なんだ。まだ結構先だね。みんなにとってさ、和道って、肩書きをつけるんなら何になる？みんなにとって和道は弟とか、お兄ちゃんとか、友達とか、なんか肩書きをつけてみて、ちょっと。みんなにとって和道とは何なのか、肩書きをつけてください。関係性って言った方がいいのかな？関係性で言ったらどんな感じ？ちょっとみんな参加して、これ。みんなにとって和道は何か。はやぶささんは、
和道は先輩。先輩か。年齢24つってたっけ。先輩か。おー、年下なんだね。俺でもハヤブサさんのこと後輩だと思ってないけどね。クラインも先輩なんだ。和道パイセン、つかささんにとっては息子。ああ、かわいいんだ。息子なんだ。なるほど。他は、うん、先輩、先輩、息子。精神障害の先輩。あ、キチガイの、地元にいるキチガイ先輩いるよね。わかるわかる。あ、そういう感覚だ。あ、地元に、俺の地元には猫ニーっていうね、痛いやつがいたね。10代の頃、30歳なんだけど、原付き乗って、ベーンって来て、ユイガさんみたいな存在だったの。猫ニーってみんな呼んだの。あ、おめえらよ、どこからやってんだよ、おめえ、何集まってんだよ、つって。猫ニー原付きで来るの、ビーンつって。おめえら喧嘩すんなよ、お前、やっちまうかんな、俺がよ、つって。猫にうぜえなーっつって、猫に来たよーって、ビン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 っつって、なんかあったら呼べよーとか言って、呼ばねえわと。反面教師なんだ。猫に今いくつなんだろう。気になる甥っ子ね。あ、気になる甥っ子ね。あ、ハチにとっては甥っ子ぐらいか。うん、はい、こんばんは。アゲハさんいらっしゃい。楽しんでて。親戚の兄貴って感じだ。いとこみたいな感じだ。いとこ。うん、まあ、人によってね、全然関係性違うからね。ひろゆきのパチモン。俺全然ひろゆきさん意識してないけどね。俺むしろひろゆきのファンだよ。全然意識してないひろゆきのこと、うん。パチモンってなんだよ。パクってねえよ。ちょっと似てる。俺だから、あの、初期の頃、前髪長かったからすごい言われて、ひろゆきに似てるって。目パチパチだって。すいませんって。ひろゆき、まばたき多いんだよね。すっとぼけた顔で、うん、顔はほらわしっぱなだからね。体調いいよ、大丈夫だよ、うん、顔の系統が一緒なんじゃない、ひろゆきさんと。キャラは全然違うと思ってるよ。闇将軍のツイッターカオスだな。息子？あ、パチキさんにとっては俺は息子なの。結構関係性近いね。うん、息子か。あ、気分は悪くないですね。みんなの年齢わかんないかんね、俺は。どんな人が見てるのか。
年齢言ったんすか？年齢言ったんじゃなくて、代々さん。だからみんなにとって俺との関係性は何？って言ったら、先輩とか息子とか甥っ子とか。神配信者？え、はやぶささんは何？配信者目指してんの？いや、やめた方がいいよ。配信なんかやるもんじゃないですよ。本当に。俺はおすすめしない。ジッポかな？オイルライターっていいよね。オイルライター？何ジッポかなって。ああ、俺が使ってんの？これリスナーさんからもらったジッポだね。これこれ。で、これ、なんかリスナーさん、ノンタンも自分でこれの銀色買って、みんな真似してるね。スターになってしまった先輩。いや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 、またまた、カズさん。YouTuber 目指してんだ。あ、いいんじゃん。できる弟？ どうなんだろうね。できはしないと思うよ。できはクソ悪いと思うよ。俺本当に子供の頃から母親にね、産まなきゃよかったって本気で言われてたもんね。高光だけは産まなきゃよかったって本気で言われてたから。そうそう、もともとなんかジャック・ダニエルが1本届いて、なんか和道はジャック・ダニエル似合うよねっていう風になって、その人がプレゼントでジャック・ダニエルを送ってくれるようになって、毎月届くようになったんですよ。で、そしたらジャック・ダニエルのパーカーとか、ジャック・ダニエルのライターとか、なんかジャック・ダニエルグッズをリスナーが俺の家にどんどん届けるっていうのが流行った時期があったの。で、ずーっと言ってたんだけど、俺ジャック・ダニエルそんなに好きじゃないって言ってんのに、みんななんか差し入れとかにジャック・ダニエルっす、みたいな。だからずーっと配信しながらジャック・ダニエルラッパ飲みしてたんですよ。そう。もう常にジャック・ダニエルをラッパ飲みしながら配信するっていうスタイルになっちゃって。なんでかっていうと、リスナーさんからもらったものは全部食べると飲むって決めてたから。そうそう。そしたら今度、なんか、私も同じライター欲しいって言って、なんか、ジャック・ダニエル、クミタンっていう女の子と、ノンタンはジャック・ダニエル使ってるね。最近来ないけどね、クミタンね。まあ、どうだろうな、YouTuber。でも、本当一部の人間だけだと思うよ。なんか、狙ってやるもんじゃないと思うよ。配信で食ってこうとか、YouTube で食ってこうって狙ってやるもんじゃないと思う。なんか副業とか暇つぶしでたまたまやって当たったら、あ、じゃあこっち本業にしようかなぐらいの気持ちでやるのが一番いいと思うよ。なんかね、気合を入れてやるもんじゃないよ。配信者とかは。たまたま俺の場合はさ、たまたま運が良くて、たまたま運が良かっただけだから、本当に。たまたまですよ。たまたま。ジャック・ダニエルは、デザインかっこいいよね。いや、体験ですよ。金には困ってないわ。暇つぶしでやる。あ、金に困ってないんだ。稼ぐやつ稼いでるよね、最近の若い子でも。ほんと才能ある子は稼いでる。株とか FX で当ててんのかな。さ、千場幸喜っていうさ、FC2 でもともと配信やってた陰謀論の人がいるんだけど、なんか一回コラボしたいなとか思ってんだよね、千場さんと。俺も結構都市伝説とか好きだから、なんかちょっと興味あるんだよね、千場さんと。陰謀論コラボみたいな。最近コラボ受け付けてないのかな、千場さん。千場さんが OK 出たらなんか話してみたいよね、陰謀論を。金に困ったら年金申請？年金もらう年なの？面白いよ。こってこての陰謀論者だけど、結構面白いよ。統合失調症か。そうなんだ。
俺の中では誤診？いや、医者が統合失調症っていう診断書を書くってことはね、誤診ではないと思うよ。本人の証言だけで、診断書を書く医者、そんないないと思う。結構見るよ。まあ、医者によるんだろうけど、ボンクラの医者だったら適当に書くかもしんないけど。結構やっぱ、精神科医とかもバカじゃないよ。医師免許持つぐらいだから。結構洞察力あるよ。そんな簡単に騙せないよ、医者は。私も半年後生きてたら趣味で配信してみたい。もし興味があるんなら今やるべきだと思うけどね。半年後生きてたらって何？余命宣言されてんの？つかさ。つかさは何？余命半年なの？あのね、未来やりたいことっていうのは今やるべきなんだよ。半年後も、いつかやりたいなって言っちゃうから。鬼に死んだ、されたけどアホそうだった。アホなふりしてるだけだって。そうそう、今やるべきだよ。そう。人生っていつ終わるかわかんないから。5人に誤診されるっていうことはないでしょ。5人が統合失調症って言ってんなら、5人の医者がそう言ってんならそうなんでしょ。余裕の意味が分かんないけど。100名さんいらっしゃい。精神病双極性障害と解離性障害 ETC。 まあ死ぬ病気じゃないから、死ぬ病気ではないから、それは大丈夫だよ。YouTube の収益だけで飯を食う生活をおすすめします。ああ、懐かしいな。広告はつけないんだ。でもそれ YouTuber ではなくな、YouTuber か。まあ、広告つけないのがいいかもしんないよね。
なんかコメント見ながら会話できるか心配。でも興味あるから少しでも人とコミュニケーション取れるようになったらしたい。そうだね。楽しいよ、やっぱ。で、普通にありのままやるのが一番いいと思う。コメント読もうとか綺麗にやろうとか、配信者らしくやろうじゃなくて、自分らしくでいいと思うよ。自分らしく。コミュニケーションの取り方は人それぞれだから。正しいやり方なんかないんだよ。そうじゃなくて、自分を、自己表現が完璧にできたら、配信者は向いてると思うよ。笑顔を見せるのもコミュニケーションだし、表現だから。喋らなくても笑ってるだけで人が集まる放送とかもあるんだよ。ただ黙ってるだけで人が来る放送もあるし。何が正解とかないっすよ。風船10個ありがとう。ハッチありがとう。いつもありがとうね。ハッチありがとう。風船10個ありがとう。でもなんかこの前リスナーさんのコメントで、私も障害持ってるんですけど、和道さん障害と頑張って向き合っててありがとうって言われた時感動したな。なんか嬉しかった。うん、頑張って。おお、千葉よりさん、どうもどうも。いや、千葉さん、あれ、千葉さん終わっちゃったんだ。いや、千葉さんと、なんか対談したいなとか思ってるんですよ、最近。なんか、コラボとか最近やってんのかな、千葉さん。千葉さんと久々に話してみたいなと思って、陰謀論とか都市伝説とかさ。うん、終わっちゃったんだ、千葉さん。薬山ほど出てるんだけど、飲まないといけん。まあ、自分でそれは決めることだからね。うん。投薬やめようっていう人もいるし、薬減らそうとしてる人もいれば、薬がないと生きていけない人もいるから。俺は医者じゃないから。うん、なんとも言えないよ。うん、そこは。あ、終わっちゃったんだ。ねえ、一回ちょっと30分とか軽くやってみたいなとか思って。僕も千葉さんの放送好きなんで。千葉さんね、来てるよね、今。うん、ふわっち、今伸びてると思う、ほんと。向いてたんだろうね。まあ、FC2 でもね、やっぱ、コアなファンいるからな、千葉さんは。コンテンツ持ってるのは強いよね。自分の、その、独断のジャンルっていうか。千葉さんは、だから、関明夫と同じジャンルでしょ。テレビで言うところの。ね、普遍的に人気があるコンテンツで。しかも、あの、喋り手としては結構技術要求されるから難しいかもしれないけど。千葉さんコメントで聞いてみるよ、対談。あ、ぜひぜひ。和道がなんか対談したがってたよって。なんか都市伝説とか陰謀論とか、和道も好きみたいだから、なんか久々に話したいって言ってたよって。で、本人が嫌だっつったら全然いいんですけど。まあ僕の希望としてはちょっと、なんか、ラジオ対談みたいな感じでやってみたいですね。ねえ、噛み合ったら面白いもんね。まあピンでやりたい人もいるから何度も言えないけどさ、そこは。
嫌だとかないと思いますよ。いい企画かも。ぜひぜひ声かけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おはよう、クーフ。おはようございます。楽しんでて。豆乳うめえな。ありがとうございます。千本槍さん、花火ありがとうございます。頑張るよ。ありがとう。千本槍さんって FC2 から来てんの？あ、ハゲさんだ。ハゲさんいらっしゃい。久々だね、ハゲさん。よし、じゃあ千本槍さんから花火いただきました。行きます。1回2回3回4回5回6回。ありがとうございます。もう FC2 やんないのかな、千葉さん。まあふわっちの方が人集まってるしな。人が集まってるところでやるべきだよね。ニコ生 FC2 から来ました。よろしくお願いします。あ、なるほどなるほど。ふわっちいいっすよね。ふわっちリスナーの質めっちゃ高いっすよ。みんなびっくりしてる。俺もふわっち専属でやってるんですけど、3ヶ月ぐらい前から。めちゃめちゃいいサイトなんで、ぜひぜひ一緒にふわっち盛り上げていけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。あー、わかる。ニコ生見なくなりましたね。ふわっちにどっぷり浸かるとニコ生見る必要がなくなるっていうか。わかるな。 T シャツ今振り込んでないけど、コンビニの近くにセブンしかなくて、なるべく早く振り込むね。振り込んだらどれくらいで届くのかな。早く振り込んだら早く発送されるんだと思ったね。見てみようか。セブンイレブンでお金を払うじゃないですか。確かなんだけど、セブンイレブンでお金を払ってから、出荷目安8日だから、出荷目安、確実な配送を約束するものではありません。1週間ぐらいかかるね。うん。だから早く払わないと、早く届かないって感じ。お金を払ってから1週間ぐらいで出荷するって書いてあるよ。でもね、大体みんな1週間以上かかってたね。10日ぐらいかかってたよ。学校の赤点のテストがありますので失礼します。はい、いってらっしゃい。ハートありがとね。セブンダメ？セブンダメなの？セブンダメなの？ちょっと待って。お支払い方法は。セブンイレブンダメなの？嘘？ちょっと待って。調べてみるよ。コンビニ払い、すずりのコンビニ払い、コンビニ決済が追加されました。ファミリーマート、ローソン、サークル系、サンクス、セイコーマートだって。本当だ、セブンイレブンダメなんだね。ファミリーマート、ローソン、サークル系とサンクスとセイコーマートだって。5種類だって。
で、入金の確認後に商品の制作を開始する。で、制作をしてから発送するっていう流れだから、それで時間かかるみたい。セブンダメなんだね。でもあれでしょ、ローソンとかファミマあるでしょ多分。セブンイレブンダメなんだ。セブンは対応してほしいよね。ないんだね。意外だよね。なんだ。福岡って田舎なんだ。福岡は田舎か。福岡って栄えてる方じゃないの？その辺わかんねえかんな。中心部、ああ、まあそうだよね。田舎の都心の方ってさ、本当に一部のエリアが発達してるだけだよ。ちょっと車で走るとね、隣の駅とか行くとど田舎だもんね。ああ、関東だとそういうこともないけど、確かにそうだよね。仙台行った時びっくりしたもんな。なんか北海道まで電車で行ったことあるんですけど、その時もすごかったもん。ちょっと隣の駅行くともう畑だらけって感じだった。仙台はすごい栄えてるんだけど、仙台もっと滞在したかったな。でも田舎の方が好きなんだよね俺、ああいう感じの方が。ダンベルマックスで何回しました？ 500 回ですね。今までのマックスは500回だから、花火何発分だ？花火何発上がったっけ正月。花火100発か。花火100発で、花火100発で、600回だから、80回ぐらいか。86、48。多分ね、80発上がりましたね、花火。マックスだから500回、1日の最高記録は。
おい、福岡バカにするなよ。俺のところ都心部から離れてるけど、3階建ての建物。ありがとう。三千長寿さん、ちょっと面白かったわ。3階建ての建物いっぱいあっからーっていうね。面白いじゃん。笑うわ、そんな。家の前、川、すぐ近く、山、そんな感じ。そうっすね。年頭がすごい多かったっすね。今までの人生でマックスはそれくらいっす。僕の。でもダンベル自体が今年、去年の末ぐらいから始めたやつだから、まだそんな経ってない。3階建て、3階建てが基準なんだね。ちょっと面白かったね。500回やりきるのに、確かどれくらいかかったっけ ?70 分くらいずーっとダンベルやってたもんね。ずーっと花火が上がってて、ずーっとダンベルが終わらないっていう感じで。もうずーっとダンベル、70分間ダンベル上げるの見てて何が面白いんだっていう感じだよね。リスナーさんもね。だから、ダンベルやらないでくれっていう人もいるのよ。ブルさんとかは、トーク聞きたいから花火送ってんのに、ダンベルやんなくていいよ、ワードって必ず言ってくれるの。面白いよね。そりゃそうだよね。トーク楽しみにしてる人からしたらわけがわかんないよね。トレーニングしてポパイになってください。ポパイになりますよ。マッチョメイン。マッチョメイン。ここの上腕二頭筋を常にトレーニングします。ケイン小杉みたいなキャラになろうかな。無理しないでくださいね。あくまで応援ですので。無理はしない。ていうかね、配信者は無理してなんぼだと思うから。無理してなんぼだから。無理と無茶はしますよ、僕は。腕がちぎれるかと思ったけどね、昨日は。昨日はマジで腕ちぎれるんじゃないかと思って。ピキピキってずっと言ってたもん。ブチブチ言ってたから。ありがとうございます。マネージャーさんから花火いただきました。マネージャーさんありがとうございます。ありがとうございます。2発目花火いただきました。マネージャーさんありがとうございます。誰かカウント職人やってくんねえかな。マネージャーさん花火は3発目ありがとうございます。誰かカウント職人やって。あと何回って。あと何回とか、花火何発上がってるよって。4発目の花火ありがとうございます。4発目の花火、マネージャーさんありがとうございます。マネージャーさん5発目の花火ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。景気いいなぁ。ちょっと待って、6発目だよね。マネージャーさん6発目の花火ありがとうございます。すげえな、やばいな。マネージャーさん7発目の花火ありがとうございます。7発目花火ありがとうございます。マネージャーさんから8発目の花火ありがとうございます。8発目の花火ありがとう。マネージャーさんから9発目の花火ありがとうございます。9発目花火ありがとう。マネージャーさんから10発目の花火ありがとうございます。10発目の花火ありがとう。なんか花火バグってるよね。マネージャーさんから、11発目の花火ありがとうございます。11発目の花火ありがとう。マネージャーさんから、12発目の花火ありがとう。バグってねえか、なんかバグってない花火。マネージャーさんから13発目の花火ありがとう。なんかバグってねえかこれ。
マネージャーさんから14発目の花火ありがとう。マネージャーさんから15発目の花火ありがとうございます。風船10個ありがとうございます。マネージャーさんから16発目の花火ありがとうございます。オッケー、16。マネージャーさんから17発目の花火ありがとうございます。17発目の花火ありがとう。オッケー、マネージャーさんから18発目の花火ありがとうございます。18発目の花火ありがとう。あ、そういうことか、タイムラグがあるのか、表示されるのに。マネージャーさんから19発目の花火ありがとうございます。あ、そういう仕組みなんだ。え、じゃあもう続けていいってこと？ 30 発ってことで OK ですか？もうやっていいですか？そういうことか。花火が上がるエフェクトのタイムラグがあるってことか、ビタミンさん。じゃあ30回。30回だから、6だから、180回やっていいですか？ OK だったら皆さん手を挙げてください。ダンベル180回連続 OK だったら手を挙げてください。30発ありがとうございます。マネージャーさん OK ですか？皆さん準備いいですか？180連続かよ。マネージャーさんありがとうございます。よし、気合い入れてこう。 OK、 いくよみんな。ありがとうございますマネージャーさん。いきます。20回、21回、22回、23回、24回、25回、26回、27回、28回、29回、30回、31回、32回、33回、34回、35回、36回、37回、38回、39回、40回、41回、42回、43回、44回、45回。46回、47回、48回、49回、50回、60回、61回、62回、63、64、
65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81回、82回、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、OK、93、ちょっと待ってね。94、95、96、97、98、99、100、1回、2回、3回、4回、5回、6回、のぞみさんありがとう。7回、のぞみの部屋さんありがとう。8回、9回、10回、11回、12回、13、14、15、16、17、おかえり、わせ、18、19、20、花火一発につき6回やってます。金の無駄遣いかな。普通に応援してくれてるだけだと思うよ、かなさん。ただ単に俺がダンベルやってるだけで、多分ね、これ誰も望んでないんで、俺がただ単にやってるだけなんだよ。21、22、いえいえ、来い来い、もう忘れ、23、24、花火一発で6回プラスね、25、26、27、28、29、30、いいよ。
31、32、正月500回やったもん。33、34、俺断らないよ。35、全部やるよ。36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、あと30回、あと30回です。6キロっす、片方6キロ。150回か。いきます。エコーいらないかな。まあまあそういうスタイルだからさ。1回、あ、違う、35、56、57、58、59、60、70、あ、71、72、73、そんなに重いわけじゃないね。74、75、76、77、78、79、80、よし。マネージャーさん、花火30回、マネージャーさん、花火30回してくれて本当にありがとう。大好きだよ。おはようございます。あ、どうもどうも、クロックさん、ありがとうございます。筋肉に対して、あれマネージャーさん、花火ありがとうございます。マネージャーさんから花火一発いただきました。31発目の花火、マネージャーさんからいただきました。いきます。1回、2回、3回、4回、あ、きついな、こっから。5回、6回。マネージャーさん、本当にいつも花火をくれてありがとう。大好きだよ。よし、花火ありがとうございました。いやー、きつ、ありがとうございます。すげー、腕パンパンよ。花火一発、そうだね、もう一人花火、千本槍さんが花火一発くれた。
だから32発のうち31発はマネージャーさん。すげえビルドアップしてる。絶対太くなってるよね。絶対太くなってるよね。どう思う？太くなってるよね。絶対太くなってるよね。プロテイン飲もうかな、マジで。これプロテイン飲んだら結構太くなりそうな気がする。おお、プロテインマジで買おうかな、俺。これこのままいったらほんとボディービルダーになるぞ。ね。ほら。もったいないよね。パッツンパツンだもん、今。このままいったら丸太みたいな腕になるぜ、丸太。太ももはね、先月、12月は1800回やった。1800回。だから太ももはバッキバキ。いや、しばらく3ヶ月ぐらいは腕を集中的に鍛えようと思ってて、太ももは今すごいことになってる。マッチョを目指すわけじゃなくて、罰ゲームをやってたらマッチョになったっていうのが面白いかなと思ってるね。結果、配信をやってたらなぜか筋肉が、大丈夫？ノンタン。マッチョを目指してるわけじゃない。6キロっす。片方。リュウさんいらっしゃい。で、来月あたりは、5キロプラスしようと思ってるね。来月は5キロプラスします。今月はとりあえず6キロでトライしようと思って。そのうちなんかさ、50キロぐらいのバーベルがさ、毎日30発ずつ花火投げようか。マジで？超嬉しいんだけど。超嬉しいわ。そしたらめちゃめちゃマッスルになるよね。うん、絶対腕太くなってる。俺超華奢なボディだから。うん。負荷を上げてく、上げてくもちろん。筋肉もう痛めてるよ。だって正月なんかさ、あれだぜ。正月なんか、500回やったんだもん。でもね、6キロの負荷だと筋肉痛めないと思うよ。メガネしない方がいいかな。あ、今日メガネかけてないね、そういえば。だから、画面の位置が近いんだよ、俺。ノンタンの魔法で筋肉痛回避しましょう。ノンタンマッサージしてくれるよ。うん。ノンタン俺が疲れてるとね、自然とマッサージしてくれる。肩揉んでくれたり、うん。癒してくれる。うん、肩揉んでくれたりね、洗濯してくれたりね。優しいよ、ノンタンは。毎日30発だったら1日180回は固定確定でしょ。1日180回固定確定ってすごいよね。やべえな、笑っちゃうよね。うん、あれ名方法どこやったっけ。なんかリュウさん久しぶりじゃねえ、くんの。リュウさんなんか最近来てなかった気がする。メガネしない方がいいかな。俺結構丸メガネ好きなんだけどな。あれ気に入ってんだよね、結構。あれかっこよくない？今の筋肉だったら、なんか腕立て伏せできそうな気がしてきた。飲んだん大丈夫？大丈夫？うん。
外配信してえな。和道さんのトーク大好き。どんなトークやってる時が一番楽しい？何でも振ってくれたら話すよ。こういう話題で和道話してみてよとかさ。なんかね、なんかフリーテーマみたいなのを決めてもらったら、俺、なんかニコ生の時やってたのが、ニコ生の時やってたのがフリートークの練習っていうのをやってて、リスナーさんが、例えばお題何々って言ったら、それについて5分喋るっていう練習やってたね。で、次のお題5分って言って、これで5分喋ってみたいな。なんでかっていうと、5分のコーナーを喋れるようになると、引っ張れるようになると、配信がすごい楽になるんですよ。だから何でもその果物について5分喋ってみてとか、なんかそうやってね、訓練してた、最初の頃は。フリートークを極めるっていう。懐かしいな。俺もね、トークするの大好きだからさ。トークいいよね。室伏さんのトーク面白かった。ああ、こんばんは、やか。いらっしゃい。室伏のトーク？ああ、あれ面白いよね。室伏広治伝説。あと、あれも面白かった。長嶋茂雄伝説、俺面白かったけど。長嶋茂雄やっぱ面白いよ。昔のね、スーパースターは面白い人いっぱいいるのにね。なかなか減ってきたよね、そういう人。本番はっていうか、もう朝5時だぞ、綾香。おはようだろ、完全に。時間の感覚大丈夫か？綾香、もう朝だよ。仕事終わり？帰ってきた感じ？朝だな、まだ寝てない。仕事は5日から。和藤さん、俺も5日からだね。俺も5日。まだ先だよ。まだまだ先。手洗いに行ってきました。おかえり。まだ先って明日だよ。そうだね。もう1週間経つの早いね。久々の連休だったかな。8連休って暑いよね。8連休激アツだよ。あ、ツイッターフォローバック用のアカウント作ったんで、もし、フォローバックしてほしいとか、プライベート用のアカウント作ったんで、もし興味ある人はフォローしてください。フォローバックします、こっちのアカウント。フォローしてる？サムネかっこいいでしょ、あれ。あの写真結構いい出来だよね。俺も気に入ってる、あれは。
背景が赤のやつ。違うね。俺の新しいツイッター、これっす。ちょっと待って。これが新しいやつですね。のんたんは機嫌治ってないけど、お話はして今後ろで寝てる。ただちゃんと話はしたよ、のんたんと。俺は配信と彼女だったら悪いけど配信を撮るよっていう話はした。誰をかばうとかじゃなくて、俺は悪いけど彼女と配信どっちが大事なのって言われたら配信撮るよって、はっきりとそれは言った。それは俺の生き方だからさっていう、もともとそういう人間だからごめんねっていう。おい、フォロー後でフォローバックしておきます。ありがとう。フォローバック後でしておきます。よかった、ちゃんと話し合えた。話し合えたっていうか、なんかのんたん、あのね、これ覚えておいてもらいたいんだけど、やっぱ俺ものんたんもメンヘラで、のんたんすごいメンヘラ、俺よりもきついのよ、やっぱり。不安障害すごい持ってるから、もう、ヘラってる時っていうのは何言っても冷静な判断はできないから。だから、まともに会話ができると思わないでほしいの、ヘラってる時っていうのは。そう、それはそのメンヘラ特有の症状だと思って。だから、温かく見守ってもらいたい。もう、リプとか返しても DM 送っても、それは煽りにしか取れないから。不安障害だから、もう、なんつうの、被害妄想しかないのよ、そういう時っていうのは。だから俺はそういう時は話さないって決めてるのね。そう。だから、なんつうんだろう。悪意はないの、分かってるんだけど、本人がどうしようもなくて、それで余計減らってるから。自分でも、自分の中にある感情っていうのかな、情っていうのかな、それに振り回されてる自分もすごい困ってるんだよ、のんたん自身は。でもそれは彼女と付き合っていく上で俺も向き合っていかないといけないことだと思ってるから、そういう時はそっとしてあげてほしいかな。だからちゃんと話したね。俺は仕事でやってるんだよっていうこと。分かってる分かってる、それは。それは分かってるけどさ。本人はそう捉えられないのよ、そういう時って。ごめんね、不快な思いさせて。でも、のんたんにはちゃんと言った。どっちの味方になるとかじゃないんだっていう。俺のことを応援してくれてるファンがいて、で、そのファンを、彼氏のファンを、なんつうの、出ていけとか消えろとかっていうのは違うんじゃないかなっていう話はちゃんと伝えたから。だから、のんたんのことを悪者にする気もないし、特定のリスナーさんのことを悪者にする気はないんだよっていうことはちゃんと伝えたから。で、俺は、ちゃんと話せばちゃんと分かってもらえると思ってるから。まあ、俺もメンヘラだし、そう、彼女はもっと苦しんでるっていうのは分かるから。でも、ほら、それはね、リスナーさんは分からないじゃん、やっぱり。そう、近くに障害者がいないと分からないと思うから、なんかそういうのも含めて見守ってもらえるとすげえありがたい。申し訳ない。悪い思いさせちゃってごめんね。特定のリスナーさんに。俺も苦しいんだよ。どっち、好きな人と好きな人がいて、どっちか選べみたいなの俺は大嫌いだから。そう。どっちもかばう気ないと、ないっていう。両方大切で何が悪いっていうのが俺のスタンスだから。
全部大事な人よ。俺は天秤にかけたり比べたりするのが大嫌いだからさ。うん、ごめんね。うん、でも気分悪くさせちゃって本当悪いなとは思ってるから。そう、本当はね DM とか LINE とかで謝りたいって思うんだけど、それもまたそれをするとほら良くないでしょ。だからその辺は察してもらえると嬉しい。新しいフォロワーさん紹介します。カズリンさんフォローありがとう。それでね、離れてっちゃったリスナーさんもたくさん見てきたから、俺がいるから。つかさ大丈夫だよ、つかちゃん俺がいるから、うん、大丈夫だよ。おはようニアンさん、楽しんでていい。うんうん、ありがとう。みんなで幸せになってみんなが笑える世界をね、こういう小さいネットの世界だったらできると思うから。おい、エミちゃんおはよう。エミちゃんおはよう。みんなさ、アメコミヒーローだったら誰が好き？アメコミヒーロー誰が好き？アメコミで言ったら、俺誰だろうな。チャッキー、ヒーローじゃなくない？まあいいんだけど、チャッキーか。はい、ワードツーです。アメコミってアメリカンコミックスだね。スーパーマンとかバットマンとかスパイダーマンとかマーベルスーパーヒーローズ。アイアンマンが好きなんだ。映画かっこいいよね。なんだっけあの俳優さん。あのね、ヒゲが生えた渋い俳優さんかっこよかったよね。渋いな、チャッキーは。人形持ってんだ。なんか趣味が特殊だよね。なんか結構サブカル好きだよね。本当にサブカルの人だなと思う。今時珍しいよね。本当アンダーグラウンドカルチャー好きだよね。X-Men はアメコミだね。そう、 X-Men のシリーズはマーベルスーパーヒーローズって言って、マーベル社が出してるシリーズ系だね。X-Men は。俺なんだろう、ウルヴァリンとかも好きだけどね。かっこいいよね。でもなんだろう、やっぱりバットマンのジョーカーが好きだな。まあ、それもヒーローじゃねえじゃんって話だけど。
壁に飾ってる、そうそうそう。これね。ジョーカー。ヒース・レジャーっていう人か。このジョーカーが最高にかっこいいね。これはバットマンのライバル。で、常にバットマンが悪の力に傾くように仕向けるの。よ、俺のことを殺せって言って、で、バットマンがこう車で突っ込んで、おら引いてみろよつって。でもバットマン引けないんだよ。で、いつもそのバットマン勝つんだけど、結局殺せ殺せって言うのよ。でも殺せないの、バットマンは毎回。要はバットマンを悪の方に向かせて、要は神様はいないっていうことを証明させようとするの。そういう設定があって、要はサタンの化身なんだよ。サタンそのものなのよ。そうそう、ジョーカーはバットマンのなんだけど、ジョーカーの役割っていうのは常にバットマンとか人類を試すの。だから、人類が悪に傾くようにいろんな仕掛けをするんだけど、そう。いつも挑発するの。で、バットマンはいつもジョーカーのことを殺せないな。っていうか、ダークナイト見たら面白いよ。ダークナイトはめちゃめちゃ面白いよ。日本では流行らなかったんだけど、アメリカでは超大ヒットした。ダークナイトの演技はやばい、本当に。ダークナイトおすすめだから見てみて。映画。バットマンのリメイクのことをダークナイトっていう新しいシリーズがあるの。ダークナイトいいっすよ。なんかね、そういうのが流行ったんだよ。例えば、エイリアンシリーズが、プロメテウスだっけな？プロメテウスっていうタイトルになったり、スーパーマンは何になったんだっけ？スーパーマン。要は、新しい子に古いアメコミヒーローをタイトルを変えて、新しく、リメイクするっていうのが流行ってて。スーパーマンは何になったんだっけ？タイトル。映画。映画は何になったんだろう。映画のタイトル見てみるね。新しいやつは、スーパーマン。マン・オブ・スティールだ。マン・オブ・スティールっていうタイトルに変わってるんだね。ダークナイトはいいよ。映画館見に行った？よかったよね。ダークナイトね。特に、ジョーカーの演技やばいよね。ゴーストライダー見てないな。あれだよね。ドクロのバイク乗りだよね。ドクロのバイク乗りね。見てないかもしんない。ダークナイトは傑作だよ。面白い。あ、そうなんだ。見てみようかな。あれ気になったんだけどね。なんだっけ。切っても切っても死なないやつ。コメディ系のアメコミ。なんつったっけ。最近のやつね。昨日家なき子見て泣いちゃったわ。和道さん今年泣いた？今年はまだ3日しか経ってないから泣いてないかな。家なき子いいよね。エリカが例えてあげる。なんだっけ、榎本かな子が良かった。エリカが例えてあげる。家なき子いいよね。てか昭和のドラマいいよ。昭和のドラマいい。特にね、野島伸司見てもらいたいかな。野島伸司すげえいいから。で、俺が好きなの、世紀末の歌っていうのがすごい好き。世紀末の歌見てみてよ。なんか野島伸司作品すごい良かったんだよね、昔。野島伸司大好き。なんかね、ちょっと、あ、竜ね、竜。竜！歌がいいんだよね。君が涙の時には、僕はポプラの枝にな、
る。孤独な人につけ込むようなことは。世紀末の歌、 YouTube にあったかな。世紀末の歌、世界観がすごい好きだね。俺ああいう系の世界観が好きなの。なんかその心にトラウマを負った男の話なんだけど、その2人の主人公なんだけど、なんかノスタルジックなんだよね。うん、いいよ。野島伸司の作品何あったかな。聖者の行進とかね。後半の野島伸司あんま好きじゃないけど、あれって飼い犬と犬の歌なんだよね。それ聞いて大泣きした。もう嫌だ。いや、家なき子は泣けるでしょ。超足立由美のあの演技力やばかったよね、当時。うん、中島みゆきですね。うん、中島みゆき。野島伸司の作品は、有名なのはね、101回目のプロポーズ、高校教師、一つ屋根の下。一つ屋根の下も泣けるよね。この世の果て人間失格、未成年、一つ屋根の下2、聖者の行進、世紀末の歌、リップスティック、ストロベリーオンザショートケーキ。この辺から微妙になってきたんだよね、俺。うん。最近もやってんだね。アワーハウス。アワーハウスっていうのやってんだ。いや、すごい、有名な作家だもん。ドラマ作家で。天才ドラマ作家。聖者の行進とかも、聖者の行進は知的障害を持ってる人の話だね。なんかね、心に傷を負った人を書くのがうまいんだよ。なんか歪んだ愛みたいなのを書くのがうまくて、この人。でも後半、作風結構変わってるんだけど、昔の作風はすごい良かったよ。うん。高校教師見てないんだよね。なんかね、世紀末の歌は、すごい良くて、山崎努っていう人が俺大好きなの。日本の、その、俳優の中で。山崎努っていう人が、おじいちゃんなんで、もう死んじゃったんだけど。ストロベリーオンザショートケーキ知ってる？そうそう、滝沢のやつ。そう。そうそうそう。ストロベリーオンザショートケーキは小学生とかだったんじゃないの？多分。で、聖者の行進はその前の作品だから。美しい人、リップスティックの前だね。リップスティックは広末涼子で、女性の囚人の話かな。少年院に入った女性の、女性少年院みたいな話だよね。リップスティックは。だからみんなその、なんつうの、罪を犯した人で、牢屋の中で物語が始まるんだけど。リップスティックも結構問題作だよね。多分なんか見た記憶がある。キスマークつけるシーンがあったはず。憧れた。なんか作風がいいんですよ。なんか世界観がいいね。すごい。俺は特に世紀末の歌が、なんか綺麗な感じがするのと、悲しさと美しさの、なんか、ハーモニーですよ。悲しさと美しさの。なんかその、いいんだよな。これは愛がテーマになってるね。要は結婚、婚約者に結婚式で、バーンって男が迎えに来て、で、奥さんを連れ去られちゃうの。奥さん走ってその男のところ行っちゃうのよ。で、普通、ドラマだったら逆じゃん。主人公のモテない男の方が結婚式に、ちょっと待ったーって言って、好きな人をこう、取り返すみたいな話がメインだけど、野島伸司の面白いところは、それをやられた方を主人公にするっていう、なんかアンチテーゼみたいな感じで、その人の人生はどうなるのかみたいな。で、すごい心に傷を負って、その旅をするっていう話なんだけど。面白いよね。だからその、ピュアでうぬぼれ屋で、そのなんか、勘違い野郎っていうか、なんかこう、なんかもう、ほんと、少年みたいな男の子なの。竹野内豊なんだけど。そう。で、ずっとその、最愛の人に、その、裏切られたっていうのを根に持ってるの。うん。面白いよ。で、もう一人の主人公の、そのおじいさんの山崎努の方は、博士かなんかで、なんか娘と奥さんと離婚をしてて、もう家庭内がぐちゃぐちゃになってんのよ。で、元大学教授かなんかで、すごい権威があったんだけど、なんかでダメになるのよ。あ、大学の学長選挙に落選して、
要はキャリアから外されて、なんかもう仙人みたいに引きこもってて。で、ずっとその人は、ある建造物っていうか、あるものを作ってる。それがドラマにの中枢になってるっていうか。そう、何を作ってるのかわかんないっていう。で、あと、堺真希も出てくるね。おはよう、エージェント。おはよう。で、その堺真希の役は、知的障害持ってる女の子の役だね。家なき子、あの犬死んだりしないよね。虐待されたり。私まだ1話しか見てないね。あー、いや、最後まで見た方がいいわ。いや、もうすごいよ、家なき子は。最後まで見た方がいいと思う。ていうか、もうあれは悲劇の連続っていうかね、もうひどいよね、あれは。家なき子はほんとひどい。家なき子ちなみに2もあるから。2もなかなかだから、家なき子。同情するなら金をくれって。いや、家なき子すごいよな。あの当時の足立由美っていくつなんだろう。いや、なんかむちゃくちゃな壮大な設定を。てかね、日本のドラマって映画よりも金かかってたんだよ、その当時。テレビ業界がバブルで。とんでもない予算で組んでたから。で、俺はね、そういう最後の作品が池袋ウエストゲートパークだと思ってるね。池袋ウエストゲートパークの配役すごいよ。池袋ウエストゲートパークの出演者見てみようか。出演者いきます。演者、永瀬智也、加藤愛、窪塚洋介、渡辺謙。ちょっと待ってね、あと誰いたっけな。ちょっと待って、佐藤、ちょっと待って、いくよ、キャストいくよ。永瀬智也、加藤愛、窪塚洋介、坂口憲二、西島なんとか、佐藤隆太、山下智久、高橋昭一、須藤浩一、堺若菜、妻夫木聡。すごいよね、渡辺謙、鬼太郎。このキャストすごいよね。阿部サダヲも出てるでしょ。森下愛子、小雪。すげえよな。金超かかってるよね。矢沢心も出てるね。鬱にならんかな。足立由美はどうでもいいけど、あの犬が何とも言えなくて。あれはだから、なんだっけ、竜の視点で歌ってるのが、空と君との間にはね、竜の目線なんだよ。竜が足立由美に歌ってるのが、空と君との間になんだよね。君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。孤独な人に。ちょっと待って、ちょっと歌詞見てみようか。そら、2のね、歌もいいよ。2の歌詞もいいよ。なんだっけ、2の。なんだっけ、2の曲名なんだっけ。空と君との間にと、あとなんだっけ。君が涙の時には、僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払った遠い夜。ここにいるよ、愛はまだここにいるよ。いつまでも空と君との間には、今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら、僕は悪にでもなる。君の心がわかると、たやすく誓える男に、なぜ女はついてゆくのだろう。そして泣くのだろう。君がすさんだ瞳で強がるのがとても痛い。憎むことでいつまでもあいつに縛られないでか。で、サビは一緒だね。あと、なんだっけな、もう一つの歌。空と君との間にと、なんだったっけな。もう一個も結構有名な曲なんだよね。なんだっけ。
あ、和製バーガープレゼントありがとう。なんだっけ、2の方の曲名わかる人いる？中島みゆきで。空と君との間にと、なんだっけ？思い出せねえな。誰かわかる人いる？旅人の歌だ。旅人の歌。こっちはあんま売れなかったね。旅人の男には男のだ。拾った？ふるさとがあるという女には女の。そうでしょ？ふるさとがあるという何も持たないのはさすらうものばかり。どこへ帰るのかもわからないものばかり。愛を伝われ一人さすらう旅人にも愛を伝われ、ここへ帰れと。あの日々は消えても、まだ夢は消えない。君を歌ってくれ、僕に歌ってくれ。忘れない、忘れない、ものもここにあるよと。だ。懐かしいね。あの愛は消えても、また夢は消えない。君を歌ってくれ、僕に歌ってくれ。忘れない、忘れない、ものもここにあるよと。これがね、2の歌。これが2の方。家なき子2。だから1の方だから、エリカが例えてあげるっていうのもわかんないはず。2の方にはね、流行った名台詞が、エリカが例えてあげるっていう。なんかライバルみたいなやつが出る。まあ、家なき子は泣くよな。あれは名作だよね。なんか昭和の時代のドラマって結構えぐいんだよね。えぐい。中島みゆきの「ファイト」っていう曲知ってる？中島みゆきの「ファイト」は泣くよ。中島みゆきの「ファイト」知ってる人は手上げ。知らない人は手下げで。中島みゆきの「ファイト」知ってる人手上げ。手下げは知らない人。今、お母さんが仮入院してた家を燃やしたところ。覚えてないな。覚えてないもん、ストーリー。超いいよね、つかさね。超良くない？つかすちゃん。知らないの？歌っていい？やばいよ。ファイトはマジで名曲だよ。絶対好きだよ。ファイトやばいよね。ファイトやばいよね。ファイト歌おう。ファイトはめちゃめちゃいい曲だよ。俺のテーマソングにしてるから、勝手に。ちょっと歌おうか。ファイトは、いくよ。え、ていうか、もうマジでやばいよ、この歌詞。めっちゃいいよね、ファイト。この曲はやばい。中島みゆき、ファイトは絶対聴いてほしい。いくよ。私、中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた。女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせに東方を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて
逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を。震えながら登って行け。暗い水の流れに打たれながら、魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて、剥がれかけた鱗が揺れるから。いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を。好みおはよう。震えながら登って行け。白状門が田舎の街に、後足で砂ばかるって言われてさ、出てくんならお前の身内も住めんようにしちゃるって言われてさ、うっかり燃やしたことにして、やっぱり燃やせんかったこのキープ、あんたに送る剣も取ってよ、滲んだ文字東京行き。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を。震えながら登ってゆけ。あたし男だったらよかったわ。力ずくで男の思うままにならずに済んだかもしれないだけ。あたし男に生まれればよかったわ。ああ、小魚たちの群れキラキラと、海の中国境を越えてゆく。諦めという名の鎖をよじ登ってほどいてゆく。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を。震えながら登ってゆけ。ファイト、戦う君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を。震えながら登ってゆけ。ファイト。アカペラでした。めっちゃいいでしょ。めちゃもう泣けるよね。めちゃめちゃいいよね。俺もこれもう何回泣かされたかわかんないもん。何回勇気もらったかわかんないもん、この曲。ましてね、あの原曲、そう、中島みゆきが歌うとめちゃめちゃいい。ありがとうだよね、ほんと。めっちゃいい曲だよ。サビがいいよ。うん、好みいらっしゃい。ごめんね、歌ってる時。あの、コメント拾えないで。あの、中島みゆきのファイトっていう曲が、もうやばいよっていう話で。うん、すげえいい曲なんだよ、これ。ファイトは、頑張ってる人のための歌ですよ。うん、戦う君の歌を戦わない奴が笑うだろうってすごいよね。ファイト、冷たい水の中を震えながら登っていけって。うん、泣けるよね。俺はこの曲、あ、彩香ありがとう。彩香さんから花火いただきました。ありがとうございます。
この歌はね、ほんと頑張ってる人の歌だから。彼女寝てるよ。よいしょ、行きます。1回2回、おお、だいぶ楽になったな。3回4回5回6回。彩香、花火ありがとう。応援歌、応援歌、応援歌ですよ。まだやってますよ。今月はあの全部スクワットじゃなくてこっちで。あとね、バンプオブチキンのね、インディーズの頃の作品がすごいんだよ。腹筋はまだいいかな。メロンいらっしゃい。バンプオブチキンのね、K っていう曲がすっごい、K 知ってる？K。バンプオブチキンの K は生まれて初めて号泣した曲だね。あー、いいね。いいね。子守唄、いいね。バンプオブチキンの K っていう曲、泣くよ。K はやばい。K はマジでやばい。あの頃の藤原元の世界観すごかったかんだよ。もうね、あの全部の曲が物語になってるアルバムがあって、あの、そう、猫の物語なんだけど、すごい、もう号泣した。K は結構、ニコ動とかでも有名だよね、マットになってるから。隠れ名曲いいよね。隠れ名曲。なんか他に誰か名曲知ってる人いる？この曲やばいよっていう曲。猫飼ってるから聞いたら泣いちゃうかもな。K って名曲？ K は曲名で、K 流そうか。K はやばいよ、ほんと。K 流す？聞く？ K は俺、生まれて初めて、いくつだったかな？ 16 歳の頃、歌で泣いたこととかなかったんだけど、号泣した。その時の、家出した時に友達から K って曲いいよって言って、夜中一人でヘッドホン聞きながら、もう、ワンワン泣いたね。その時の自分の気持ちと重なって。ちょっと待って、K 流そうか。ただね、K はね、歌詞カードを見ないと分かんないかもしれない。K の凄さは。うん。K っていう曲があるんだけど。ちょっと待ってね。週末の踊りを、くねっこが歩く、ご自慢の鍵しっぽ。藤原元がね、歌下手だから伝わらないんだよな。何言ってるか聞こえないでしょ。インディーズの頃の音源だから。インディーズの頃の音源だし、ボソボソ歌うから、あの、伝わらないんだよね、これ。それでもいい？いや、これな、どうしよう。これね、多分ね、音源聞いても歌詞カードが手元にないと、多分伝わらないと思う。聞く？今ので伝わる？今ので伝わる？大丈夫？流そうか。もう一回流すわ、じゃあ。週末の踊りを、くねっこが歩く、ご自慢の鍵しっぽ、水平に行くと共に、その姿から猫は、言い嫌われていた。闇に溶けるその体めがけて、石を投げられた。おちびさん、僕はよく見てる。腕の中も描いて
足で一回で孤独という名の逃げ道を走った走った生まれて初めての優しさが曇りがまだ信じられなくてどれだけ逃げたって変わり者はついてきた絵描きは友達に名前をやった黒日差しホリーナ彼のスケッチブックはほとんど黒ずくめ黒猫も初めての友達にくっついて甘えたがる日貧しい生活に倒れる名付け親最後の手紙を書くと彼はこう言った走って走ってこいつを届けてくれ夢を見て飛び出した僕の帰りを待つ恋人へきつな黒いこの絵などでないかそれでもあんたは俺だけ描いたそれゆえあんたは冷たくなった時間には確かに受け取った親友との約束をその口に加えて見ろよ悪魔の使者は石を投げる子供何度でも呼ぶがいいそれには消えない名前があるから聖なる夜と呼んでくれた優しさもぬくもりも全て詰め込んで呼んでくれた生き直れたのね意味があるとするならば生まれてきたんだろうどこまでも走るよ彼はたどり着いた親友の故郷に恋人の家まであと数キロだ走った転んだ常に満身創痍だ立ち上がる間もなく襲い来る罵声と暴力負けるか俺はホリーダイズちぎれそうな手足を引きずりなお走った見つけたこの家だ手紙を読んだ恋人はもう動かない猫の名にアルファベット一つ加えて庭に埋めてやった聖なる騎士を埋めてやったっていうのがあのホーリーナイあの K っていう曲なんですよ。今聞いてもらったのが黒猫の話の K ですね。メロンちょっと待ってて。それいいおはよう。ちょっとあの話がずれちゃうからちょっとコメント拾うの待ってて後でコメントしてもらいたい。話が終わってから。でこれ解説しないとよくわかんないと思うんだけどあの K っていう曲なんですよ。まず曲のタイトルが K っていう曲なのね。これが結構ヒントになってて、でまず話を解説するね。ちょっとあのねこのねボーカルがねちょっと滑舌が悪いっていうか何言ってるか全然わかんない歌い方するから歌詞カードがないとわからないと思うんだけど、ちょっとこれ物語になってるからちょっと解説をさせてください。想像したら泣けるっていうかね、多分ね物語が入ってこなかったと思うの。音が聞き取りづらくて、これインディーズの頃のあの高校生の時に作った曲だからあの音源が悪いんですよ。あのまずその絵描きの話なんですよ。主人公は二人いて、黒い猫と絵描きが出会うんです。で、クリスマスの夜、クリスマスイブに、その、猫を出会うんですよ。で、絵描きっていうのは、田舎から出てきた若い絵描きで、売れないアーティストなんですよ。で、黒猫っていうのは、その、なんていうのかな。もう黒猫ってさ、昔から魔女が飼ってたりとか、魔女狩りに会ってたりとかしたら、黒い猫ってあんまりいい印象ないでしょ。黒猫が前を横切ると不幸が訪れるとか言われたりとか。だから黒い猫っていうのはまず、その、なんつうの、あんまりいい象徴として、昔から言い伝えられてないの。だからこの物語の世界観だと、黒猫っていうのはずっと虐待をされていじめられてる存在なのね。だから、その、人間が嫌いな猫なんですよ。で、ある日、その絵描きっていうのは、
その黒猫に出会った時に声をかけるんですよ。僕らよく似てるねって言って、孤独だねって言って、でその黒猫っていうのは初めてその人間に優しい言葉をかけられたから、その怖くなって逃げちゃうの、走って。だから走った走ったっていう歌詞なんだけど、でもどれだけ逃げたって変わり者はついてきたって言って、要はその絵描きっていうのはずっと追いかけてくれて、その黒猫と友達になりたいっつって、一緒に住もうって言って黒猫を抱きかかえて、あの一番の歌詞が終わるんですよ。だからその田舎から出てきて夢を持った絵描きの少年と、そのずっと虐げられてきていじめられてきた虐待されてきた猫っていうのが出会って、猫は優しくされたのが怖くなって、その走って逃げるんだけど、ずっと追いかけてきてくれたよっていうのが1番の歌詞で、2番の歌詞っていうのは、それから猫は絵描きと2度目の冬を過ごすって、要はその2年経ったのよ。で絵描きは黒猫に名前をあげた、ホーリーナイト。要はホーリーナイトっていう歌詞、あのホーリーナイトっていう言葉が出てくることで、要は1番の歌詞でその黒猫とその絵描きっていうのは、あの12月24日に出会ったっていうことが暗示されてるの。聖なる夜って意味でしょ、ホーリーナイト。でその黒猫はあのもうすごい信頼をするのよ、その絵描きにだけ、絵描きの男の子にだけ、そのすごい初めてできた友達ですごい懐くので、絵描きっていうのは売れもしないんだけど、そのホーリーナイトの絵ばっかり描くの。スケッチブックが真っ黒に染まるぐらい、もうずっと黒猫の絵を2年間描き続けるのよ。でだけど黒猫にあの悲しい出来事が訪れて、その絵描きっていうのが病気で倒れちゃうの、貧乏で。で絵描きは最後にあの黒猫にお願い事をするの、この手紙を届けてほしいって。これはこの手紙の届ける先は僕の生まれ故郷で、その僕の帰りを待ってる恋人がいるんだって言って、この手紙を彼女のところに届けてくれホーリーナイトって言って、分かったって言ってホーリーナイトは家を出るのよ。でもその途中の歌詞で石を投げられたりとか踏みつぶされたりとか、またいじめられるんだけど、ずっと走るのよ、その約束を守るために。でその途中の歌詞で出てくるんだけど、今は亡き親友との約束をその口に加えてって言って、要はもう彼は亡くなっちゃってんの。手紙を渡した時に黒猫は分かってるのよ、そうもう死んだと。だけど俺はこの日のために生まれてきたんだって言って、いくらいじめられても俺には名前があるって、俺は2年前とは違うんだって言って、俺はホーリーナイトだって言って、聖なる夜って呼んでもらったんだって、だから俺はこの日のために生まれてきたんだっつって、ボロボロになりながら生まれ故郷まで走るの。だから走った走った、生まれて初めての優しさがぬくもりがまだ信じられなくてとか、走ったがテーマなのよ。で最後黒猫はボロボロになりながらも、その恋人を家までたどり着くの。そう。でも死んじゃうのよ。恋人はその時にお墓を作ってあげるの、そのホーリーナイトに。その時に K っていう頭文字を加えてお墓に埋めてあげたよっていう話なの。意味わかる？その K を加えるとこうなるんだけど、聖なる騎士を埋めてやったって言ってるけど、要はそのホーリーナイト、聖なる夜が聖なる騎士になるよっていう、そういうなんかこう歌詞なんですよ。そう。だからその K っていうそのタイトルなんだよ。これ結構あのちゃんと音源で聞くといいですよ、うん、そう。この歌詞がすごい好きで、そう親友との約束を、もうやだ泣いてばかりだわ、すごいいいでしょ。そう恋人はその女の子の恋人はホーリーナイトっつって K っていう頭文字をつけてお墓に埋めてあげたよっていう話、うん、だ何が悲しいって、この話って恋人が一番悲しいって話だからね。最後にさらっと出てきた、いきなり出てきた恋人が一番悲しいじゃんっていう恋人も亡くなって猫も亡くなって何なんってなるよね、うん、そう。だからその猫とご主人の愛情っていうか、そのの話なんだよね。猫はそのご主人のために、その死んだ友人のために自らの命を引き換えに約束を守るっていう話、うん、そう。これ結構好きなあれですね、曲ですね。 K っていうバンプオブチキンの K っていう曲ですね、うん、そう。1リットルの涙の、K さんの曲、それから
夏目友人帳の今この時、メンヘラの私を励ましてくれる。恋人のこと忘れてた笑い。もっと飼ってる猫大事にしよう。うん。いいよね。黒猫俺の大好きだよね。可愛いよね。Kはね、多分ね、歌詞を読んでみ、歌詞カードを見ながら読むとすごい物語が入ってくるよ。オンリーヒューマンいいんだ。あ、聞いてみようかな、オンリーヒューマン。1リットルの涙。あれも泣けるんでしょ？見たことないけど。あ、じゃあ、そろそろ歌詞。メロンさんの拾おうか。親父と何話したの？ツイッターに書いてある通りで、まあ、親父に正月の挨拶してねえやと思って、携帯電話、スイッチ入れたら、1日にもうメールが来てて、うん。で、まあ、親父に新年の挨拶して、うん、あ、ごめんごめん、遅くなって、つって。で、そしたらなんか、親父が、ああ、もう俺も定年退職だよ、みたいな。ああ、って、年取ったね、っていう話して、で、久々に電話したんだけど、その時に、まあ、一番最初に話したのが、まあ、ちょっと3年かかったけど、って、生活保護抜けることになったから、ありがとねって、今までずっと応援しててくれてって言って、ああ、よかったじゃんって言って、うん、頑張ったねって言って、今、働いて7万円の収入があるのと、まあ、もう一個、配信で食っていけるようになったことを伝えたって言ったんだけど、インターネットでずっとサイドビジネスやってて、配信つってもわかんないから、インターネットもよくわかってないから、まあ、インターネットで授業やってて、それで、おかげさまで、なんかこう、支えてくれる人たちがいろいろ現れて、で、やっと食っていけるようになったから、生活保護はもう国の世話になるのやめるよ、つって、ああ、いろいろあったな、つって、3年かかったけど頑張ったな、って言ってくれて。で、あともう一個は、まあ、きっかけになってる元、親父は知ってるんだけど、執行猶予終わったから、って言って。うん。で、その3つ話したの。生活保護抜けることと、配信で食っていけるようになったって言って。で、執行猶予も終わったよって言って。うん、で、そしたら親父が、まあいろいろあったけど、それはお前の人生だから、お前にしかできない人生だから、それを糧にしろよって言って。うん、この3年間とか4年間であったことは忘れるなよって言って。うん、で、それをもとにこれから生きて いけよって言ってくれて。うん、わかったっつって。で、あとは、彼女のことを話して、まあ、彼女と今、新しい彼女と付き合ってるっていうことを話して、で、あとは最後に、あと、日本全国旅することになるから、その前に、ちょっと挨拶に行くねって言って、ああ、そうかっつって、なんで日本旅すんだみたいな。仕事どうすんだっつって、多分、バイトの方は辞めることになると思うって言って。で、インターネットの方で食ってから、最後のチャンスだから、年齢的に、俺日本見に行ってそのまま世界に行くからしばらく会えなくなるって言って、あ、そうかっつって、だったらね、いろんなことを話そうって言って、旅に出る前一回会おうなって言って、で、親父も定年退職でいろいろあるからどうするのか決めようっつってくれて、よかったね、うん、そんな感じだったね、うん、桜子いらっしゃい。配信で食っていける配信者も一握りだから、その一握りの中によかった。いやーね、未だに、まあ、今は実感あるけど、時間経ったから、2ヶ月3ヶ月ぐらい経ったから、実感あるけど、初月、1ヶ月間ぐらいずっとふわふわしてた。本当に、16万って書いてあるのよ。18万8000円って書いてあるのよ。ポイントのところに。18万8000円っていう実感がないのよ。自分の中に。夢みたいなのよ。だって、3年前か。今4年目なんだけど、3年前に俺は配信で食ってくってぶち上げたわけよ。大風呂敷広げたわけよ。無名の、全くインターネットを知らない、ただの生活保護者が、配信で俺は食ってくんだって。大風呂敷じゃん。で、ぶっちゃけた話、気持ちはあったよ。絶対叶えてやるっていう強い思いはあったけど、まさかそのフィールドに立つと思ってなかったのよ。その準備ができてなかった。いきなり来たから。うん、少ないね。ほんと1000人に1人とか1万人に1人とかじゃないのかな。で、なんていうのかな。夢が叶っ
ったわけよ、俺からしたら。3年間ずっと手に入れたかった夢が叶った瞬間なんだけど、俺泣くと思ってたの。感動して泣くと思ってたんだよ、本当に。だけどそうじゃなくて、実際の感覚っていうのは、これが現実なのかまだよく分かってないの。実感がないのよ、実感がないの。ただ振り返ってみて実感があるとするなら、あのね、半年ぐらい前は俺金ないっていう、月末に金がない金がないってずっと言ってたのよ、配信で。食うものがないとか、タバコが吸えないとか、ジュースが飲みたいって絶対言ってたの、月末、毎月毎月。それがいつの間にか言わなくなってたのよ。そのリスナーさんからその支援されるようになってたし、あ、気づいたら俺金ないって言わなくなったなと思って、そう、ゆっくりゆっくり変わっていったんだよね。いや、信じてるのと実際そうなるのって感覚が違うんだよ。なんていうのかな、例えば甲子園を目指してる野球選手もそうだと思うんだよ。高校生、そう、超弱小で野球やったことない奴らが甲子園行こうぜ、俺ら絶対行こうな、みたいな熱いのあんじゃん。だけどそいつらが本当に甲子園の球場に立つかどうかって別問題じゃん。その時の感覚ってなんか多分こういう感覚だと思うよ。あれって立ってるよ俺ら、みたいな。おー、くみたん、おはよう、久しぶりだね。わかる、なんとなく。その夢叶ったとかじゃないんだよ、俺本当に甲子園立ってるよ、みたいな。わかる、なんか実感がないっていうのかな。私はまだ新米リスナーだから食えないって聞いたことなかった。昔は言ってたんだよ。いや、だからその食えねえよとか、要は石を投げられてたのよ、ずっと。お前なんか大手になれるわけないじゃんとか、お前なんか100人も集まんないよとか、お前に1円も払うやつなんかいないよっていうのがずっと3年間続いてたの。だけどふわっちに来ていきなりバーンって跳ね上がったわけよ。いきなり評価が変わったわけよ。そう、大手になったとか言われたりとか、そのトークが面白いとか、その手のひらがパチンって変わったのよ。努力が必ず報われるとは限らない。運もあったんだよ。あ、絶対運だと思うよ。ただね、それはね、初めの一歩の鴨川会長の言葉を思い出すね。努力が全て実るとは限らない。でも成功したやつは全て努力してると。要は、努力したらイコール成功するじゃない。だけれども、成功してる人は必ず努力をしてるよって。この言葉がすごい好きなんですよ、僕。ふわっち様々だね、本当に。これからがスタートラインだと思ってる、俺も。うん。これからがスタートだと思ってる。まあ、メロンそんな感じよ。諦めていようと思ったことは何回もありますよ。うん。それこそ。諦めようと思った日も、泣いた日も数えきれないですよ。うん。本当に。配信で俺何度泣いたか、本気で。配信中にも泣いたし、配信外で本当に悔しくて泣いたこと何度あったか。泣こうじゃなくて俺死のうと思ったからね。継続って大事だな。うん。だから、その、ツイッターの最後の締めくくりは、うん。4年前の過ちからホームレスになってどん底だったけど、少しずつ前に進めてる気がする。頑張ってよかった。無駄じゃなかったっていう。無駄じゃなかったっていうのが今の本音だね。今、その、親父と話して初めて気づいたんだけど、こんなに生活が変わったのかっていう。生活保護のことも、事件のから4年経って執行猶予が終わって、彼女ができて、日本を旅することができて、配信で食っていけるようになったんだよ。これその今はだから実感、今はリアルだから実感がないけど、4年前の自分からしたらもう絶望的な状況だったのよ。なんつうんだろう、わかるかな、うん、4年前の自分にだからコメント打ってあげたいよね。無駄じゃないからなって、うん、お前がやろうとしてることは4年後実るからなって教えてあげたい。タイムスリップできるんなら。だから何回も泣くけど諦めるなよって言ってあげたい、ね、うん。お父さんと話したのどれくらいぶりだろうな。半年ぶりぐらいかな、うん、そんなに間は空いてないね。ちょくちょく1年に1回、半年に1回ぐらいは電話したり。和道さんはいろんな引き出し持ってるから楽しい。ありがたいよ。私のような人間からしたら。自分をね、否定したらダメよ。うん、私のような人間からとかないよ。みんな、そう、俺はよく言うんだけど、どんな人間にもドラマがあって、映画みたいな人生なんだよ。映画っていうのは一つの人生を2時間に圧縮するだけなの。だから、その、司ちゃんの中にも出産とかさ、いろんなエピソードがあるのよ。
ただ俺は喋るのが上手いから、それをなんか綺麗に見せるのが得意なだけなのよ。でもつかすちゃんの中にも間違いなく輝かしい人生があるのよ。昔の自分に警告したいことはある。まあだからアンチには気をつけろよっていう。お前が思ってるよりもネットの住民は厄介だぞっていう、うん、味方だけじゃないからなっていう、敵もいるからなっていう。それは、うん、もう全く予期してなかったから、うん、お前が思ってる以上に敵が1万人単位でできるからなっていう。味方はね、1000人ぐらいできるけど、1万人ぐらいの敵もできるからなっていう、うん、波乱万丈すぎて思い出したくない。そう、お前はそいつらと戦うんだぞっていう、うん、その覚悟はあるかっていう。ねえ、俺はできるって思ってたけど、できるって思ってたっていうよりも確信があったわけじゃなくて言い聞かせてたんだよ。保証なんてないじゃん。未来なんて読めないじゃん。誰も自分が達成する保証なんかないんだけど、無理やり言いくるめてたの。できない時に、辛い時に、俺はできる、俺はできるって、もうずっと一人で応援してた感じなんだよ、最初の頃は。だから実感はないよね。だから今でも夢なんじゃないかなって思う時あるよね。うまくいきすぎてて。いや、それが諦めた時、諦めたんだよ一回。そしたら来るから、俺が思ったのは神様って意地悪だなって思った。何回も何回も閲覧欲しい、配信欲しいってずーっとこだわり続けて、ダメでダメでダメで、もうやめようっつって閲覧ゼロまで落ちて、アカウント全部爆破した時に、もうダメになったんだよ。ゼロになったの。その時に、もう諦めようって。俺は配信で食っていくのを諦めて、俺は配信好きになろうって決めたの。もう閲覧とかにこだわらない。お金とかにこだわらない。もうただ配信好きだから配信続けるっていう風に割り切ろうって思ったら、神様が、よし。大手にしてやるとか、おい大手にしてやるよーっつって、神様が。わけわかんねえと思って。いやいや、俺3年間頑張るして、神様ちょうだいお願い、神様お願いって、大手になりたい、食わせてよ食わせてよって、閲覧も人気も欲しいよって言ってたら、もうダメだよ。おい、ワード、俺神様だけどよ、ダメだよ。まだまだだよって言われてたの、神様に。そう。いや、もういいっすよ、神様って。僕配信続けるますよ、バイトもしますよ、つったら。おい、ワード。俺よ。お前のこと結構好きだよ。あ、食わせてやるよ。って。なんだそれ。神様超意地悪だなっていう。その神様の声聞いたことある。マジか。俺の神様の声こんな感じのイメージある。ガッチャガチャにしてやるよ、おいつって。配信の神様ほんと意地悪だよ。わかんないけど。でもやっぱ好きなことは裏切らないよね。好きなことは裏切れないよ、男の子はね。バールは面白いな。ピッケル佐野は面白いよね。何回見ても俺ね、すごいなって思うのがさ、言った発言すべてが伏線になるってすごくない？俺ワンピースかよって思うもん。もうね、なんか録画とかを見ると全部自分で回収していくんだよね。もう前振りなんだよ、すべてが。すべて前振りなの。
だからバール事件とかもう面白いもんね。おい、これでよーっつってピッケル持ち出してよ。おい、乗っこんでみろよ、この野郎で。ピッケル佐野だよーとか言って。その後に、鶴さんすいませんっつって。勘弁してくださいっつって。何それっていうね。すごい天才だよね、ほんとに。うん。のんたんね。だから、のんたんと出会ったから劇的に変わったよね、人生が。好きなこと以外、足かせになるんですよね。ん？好きなこと以外が足かせになる？あー、どうなんだろうな。足かせには別に感じないけど。あれは神回だよね。言い聞かせるっていうか、だから、いや、俺は、だから今言えるんだけど、俺、配信で食ってきたいっていう若手のアドバイスよく受けるようになったのよ。俺も、和道さんみたいに稼ぎたいとか、配信で食ってきたいって言われるようになったの、本当に。だけど、それを言われた時に言うのが、やめとけって言うようになった。俺は、今までの俺だったら一緒に頑張ろうって言ってたの、本気で。じゃなくて、もう、俺は運が良くて、たまたまそうなったっていうのがわかるのよ。実力じゃなくて、運なのよ。だから、ラッキーで慣れたっていうのがわかるから、宝くじ当たってようなもんだから、やめとけっていうね。だって、食えなかった時の辛さとか惨めさっていうのを知ってるんだもん。俺も鮫島さんもやっぱそこをプライベートで語るもん。今いい時代になったよねって。鮫島さんなんかもっと辛かったと思うよ。鮫島さんがブレイクしたのって FC2 に行ってからだもん。本当に。閲覧がこうブワーって今みたいになってるのって。今ではさ、もう大手じゃん、鉄板の。だけど、鮫島さんなんて3、4年前なんかほんとヒールキャラだよ。超嫌われ者。本当に嫌われてたの。だからもうアンチしかいないどころじゃないよ。それが、その、いや、鮫島面白くねって急に変わったのよ。やっぱ5、6年目ぐらいから。何があるかわかんないよ、うん。その頃食っていくどころじゃないかんね、本当に。水に切ってたもんね。だからまあ、でもやっぱりその食えない時代を知ってるのか、ポットでで売れてるやつとは重みが違うよね。まあ才能あるやつだったらパッと売れるわけじゃん。だから苦労を知らないわけよ。その、かそってる時代とかをないやつがいるから。だから香川さんとかも相当辛い時期あったからね。FC2 の時、アクティブ20とかだよ。同時閲覧20とかなのよ。だから俺は香川さんに対談とかコラボとかしたことないけど、やっぱり香川さんにはリスペクトしてるし、鮫島さんリスペクトしてるよね。会ったことなくてもそうだよ、やっぱり。仲間だっていう意識がある。自分のことを信じれないやつっていうのは、ダメよ。うん、俺は、だから、その、うん、絶対裏切らないって決めてたね、うん。世界中の全員が敵に回っても、自分だけは信じようっていう。うん、俺が俺のことを守るって決めてたね、うん。それで死んでもいいと思った。それで達成できなくてもいいと思ってたね。うん、俺は配信が好きっていう、うん。その気持ちは誰に言われても譲らないって決めてた。うん、鮫島さん最初あまり好きじゃなかったけど、今は嫌いじゃなくなったでしょ？うん、私みたいなババアでも見れる。だから、大きく転換してるよな、今。特にその、ふわっちっていうのが、その、配信業界そのものを今変えようとしてるんだよ、まさに。転換期が生まれてて、そこがすごい面白いなと思ってるね。だから俺はふわっちとやっていきたいと思ってる。他のサイトじゃなくて、今は、その、ふわっちでの中にいる人たちと、どうやってこのサイトをでかくするとか、ふわっちどう盛り上げてこうかみたいな、うん。このサイトはいいですよ。神がかってる、うん。いかにその配信者のこととユーザーさんのことを思って作られてるのかっていうサイトがいろいろ伝わってくるね。楽しみの一つだからね、うん。1000万プレイヤーの配信者になる夢は信じてる。だから今言ってるのは、その俺は昔からその15万とかで最低限の生活保護みたいなお金がその配信で手に入るようになったら幸せになれると思ってたの。それで満足すると思ってたのかな。
正しく言うと、あそこで最高の人生が待ってるんだろうなって思ってたの。で、実際そうなったらどうなったかっていうと、人間不思議なもんで、これ本心よ。本心だから言うんだけど、今どんな気持ちかっていうと、稼ぎたいんですよ。うん、ここで終わりたくないって思った。うん、その、大手配信者とか石川紀之とか金梅とか緑さん超えるとかじゃないの。和道っていうコンテンツをまだいけるって思ってんの。むしろまだまだいけると思ってんの、俺は。うん、こんなんじゃ足りねえよ。足りねえよっていうのは金額のことじゃなくて、俺は感動して泣きたいのよ、やっぱ。最高の人生にしたいと思った時に、その、ここで終わりたくないと思った。もっともっとでかいことやりたいし、もっと影響力ある男になりたいと思ったし、もっと子供たちが、その配信やってみようかなって思ったりとか、配信めっちゃ好きだわっていう人をもっと増やしたいと思ったの。うん。そう、人間だよね。不思議だよね。だから、その、もっと多くしようじゃなくて、俺は今いるリスナーさんに、そのアイテムをより多くもらうっていうんじゃなくて、もっともっとリスナーさんが、俺の放送を愛してくれるようになって、人が増えるようになっていったら、もっと稼げるわけじゃん。ぶっちゃけた話。過疎化してるけど大丈夫？いや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 、同時閲覧100で過疎かよ。厳しいなぁ。ベジータさんいらっしゃい。きついなぁ。閲覧、同時閲覧100で過疎っていうの。マジかよ。超手厳しいな。うん、そこまで過疎ってねえだろ。統計配信サイト、ああ、チクランとか、いや、誰かと比べてるわけじゃないもん。100は100ですよ。そんなにだから多いってわけじゃないのは分かってるよ。自分で。でもね、今はね、その、人数じゃないよ。いかに稼いでるかだよ。うん。今は、今の時代は、コメント数でも、閲覧数でもないのよ。いかに稼いでるかって時代になるんだ。俺はそうだと思ってる。うん、これからはだから、いくら取ってるのっていうのが、だフォロワー何人いるのじゃなくて、配信でいくら稼いでるのって時代になると思うよ。パトロンがいれば。うん。うん。多分それがトレンドになるかなとは思ってるね。ふわっちで1000万無理じゃね？だから、ふわっち自体が、俺は、キャスを超えると思ってんのよ。俺の月の稼ぎは、書いてありますよ。コミュニティの方に書いてあります。ちょっと待って、今見せようか。11月が18万8000円で、12月が16万5000円ですね。うん。それくらいです。で、今現在が、まあ、4日間で、いくらだろう。4日間で6万か。4日間で6万ですね。まあ、ありがとう、ベジータさん。ありがとう。あ、花火ありがとうございます。匿名さん、花火ありがとう、ワード2。だから、この下にさ、花火34発って書いてあるけど、それが1個500円って感じ。リスナーさんは3万4000円分払ってくれてんだけど、俺に入ってくるのは半分だから、今日のこの枠で、いくらだ？3万4000円の半分だから1万7000円か。今1万7000円だね、一枠で。ワドを次来そうだな。コメント読んでくれるし。いやー、どうだろうね。わかんないよ、それは。本当にわかんない、ベジータ。わかんない。何が当たるか何が当たんないかっていうのは読めないよ。だから頑張るしかないと思ってる。うい。匿名さん、花火ありがとうございます。行きます。デミグラスさん、おすすめ1位なんだ、今。ありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。いや、頑張るのは当たり前だからね。匿名さん、ありがとう。頑張るのは、プロは当たり前だから。頑張って結果出すことでしょ。そんなこと言ったら、頑張ってるやついっぱいいると思うよ。企画とか考えてます？考えてない。俺は企画やるタイプの配信者じゃないと思ってるから、俺は企画とかはやらない。なんで鍛えてるの？花火一発上がるたびに、6回ダンベルをやるっていう、ルールなんです。
だから正月はね、5万円分の花火上がったから、500回ぐらいやったんかな。4万いくらか。4万いくらの花火上がって、500回ダンベルやりましたね。明けましておめでとう、しまじろう。今年もよろしく。春日ってあれ？関慎吾？似てるか？似てないと思うけど。小月顔ってこと？何キロ？ 6 キロですね、今。来月はまた5キロプラスします。花火ありがとうございます。匿名さん、花火ありがとう。よいしょ。先月はスクワットだったんだけど、スクワット1800回やりましたね。いきます。ありがとうございます。2発目の花火ありがとう。3発目の花火ありがとう。4発目の花火ありがとう。5発目の花火ありがとう。18、7発目の花火、6発目の花火ありがとう。7発目の花火ありがとう。はあ、8発目の花火ありがとう。30回、8、6、48だからあと18回ね。1回、2回、3回、4回、5回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、16回、5回、16回、17回、匿名さん、花火10発ありがとうございます。愛してるよ。よし、すげえな。42回だから6、4、24、240回、250回今やってますね。花火じゃない、ダンベル250回今やってます。よいしょ、ありがとう。花火金梅が大手とか受けた。金梅さんは大手なんじゃないの。金梅さんは大手でしょ、どう考えても。花火ありがとうねー。匿名さん、春から、そうだね、春からの旅でだいぶまた変わると思うけど、まあ何があるか分かんないよ、人気商売だから。ありがとうございます。もし面白いと思ってくれた人はフォローしてもらえるとありがたいです。ふわっちのね、フォローっていうボタンを押すとね、ふわっちの、今度からね、和道の配信見やすくなるので。モエルはライバルじゃないでしょ、全然。あ、ゼリーさん、サバカ。お、ゼリーさん、花火ありがとう。ゼリーさんから花火いただきました。ゼリーさん、ありがとう。ノエルはライバルじゃないでしょ。ノエルの方が全然大手でしょ。俺はノエルのファンだからね。俺、ノエル好きだよ。あいつの将来が楽しみだよ。俺はただ一ファンですね、ノエル君の。何月だろうね。いや、結構すぐだと思うよ。下手したら1ヶ月もかかんないで行くと思うよ。行きます。ゼリーさん、花火ありがとうございます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、ありがとうございます。何月ぐらいになるのかな。いや、あえぐよ。250回やってんだよ。あえぐでしょ、それ。新しいフォロワーさん紹介します。
あきひささんフォローありがとう、ピピさんフォローありがとう。もっと頑張れ。いやいやいや、結構大変よ、一枠で250回ダンベルやるとか。だって今月入ってから腕やってるけど、こんな太くなったんだよ。たった4日間でこんな腕太くなったんだよ。僕だ、俺の腕キャサなの知ってるじゃん。全然変わったでしょ、わかる？ちょっと丸みが出てきたっていうか、わかる？やっぱ腕太くなったよね。ニートの腕じゃなくなってきたもん。全然違うよね。昔の和道リスナーだったら知ってるでしょ。3キロじゃない、これ片方6キロ。で、来月は5キロプラスするね。いい感じだよね。だって、ノンタンがびっくりしてるもん。腕太くなってる、つって。コブ、ね、できてきたよね。そりゃそうだよな、こんだけやったら。その代わりもう毎日筋肉痛だよ。太ももがもっとすごいって言われた、昨日。太もも見る？先月はずっとダンベルじゃなくてスクワットだったんだけど、太もも見ます？見たい人手挙げて。1800回スクワット、その花火じゃなくてスクワットやり続けた時の、あの太もも、超ビルドアップしてるよ。マー君に、僕らにマー君刑務所だわ。うん。旅に向けてってわけじゃないけど別に。見たい？ちょっと待って。新しいフォロワーさん紹介します。ベジータさんフォローありがとう。見せるか。これすごくない？すごいでしょ。これ筋肉、全部筋肉、太もも、やばいでしょ。これが1800回で鍛えた太もも。足だけ超筋肉だから。ちなみにお腹こんな感じ。ちなみにお腹こんな感じです。太ももだけ筋肉だから、体脂肪全然ない。ほら、つまめないもん。バッキバキ。そう、競輪選手みたいになっちゃったんだよ。スクワットずっとやってたから、こうやって。だからいくらやっても効かないんだよ今。すごいよね足。だから腕もこうなると思うよ。 すごいでしょ足。すごくない？筋肉。だからジーパン越しでも太ももの太さわかるっしょ。パンツ履いてても、ほら。パンツ履いててもわかるっしょ。足。なんか相撲と、関取みたいな足になった。身長170しかないですね。で、今度腕を集中的に鍛えるわけでしょ。腕と足だけどうなってんだこいつみたいなね。だから北斗の拳のハート様みたいになるんじゃないの。ハート様っていうか山の不動みたいになるのか。スクワットはだから何回やってももう効かないね。いやー、どうだろうね。俺はほら、運動とか大嫌いだから、鍛えるの無理だけど、あくまで配信のノリだからね、これは。いやー、腹筋はやんない。っていうか、旅に出たら体脂肪減ると思うよ。歩いてずっと日本全国回るわけだから。川崎洋平のお遍路とかすごかったもんね、やっぱ。お腹は鍛えないね。めんどくさい。髪大丈夫着てるけど、もうとっくだよ、ほら。諦めてるもん、髪は。香川みたいにお腹出す。いやいやいや、見てて不快でしょ。汚いもん見たくないでしょ。俺やだもん。今日が最後の休みか。
俺31だよ。若くないと思うけど。結構年だよ。だからさ、体重がさ、この4ヶ月で17キロ太ったんだよ。そう。だから、全然違うって言われる。4ヶ月前と。4ヶ月前の写真見せるとね、マジかよって言われるもん。びっくりされるよ。ここはもう5分ぐらいですよね。うん。4ヶ月前の写真がこれ。全然違うでしょ。17キロ痩せてた。これ8月の部位だね。めちゃめちゃ痩せてるはずなんだよね。こっから急激に太ったの。若いかな。自分であんま若さとか、なんか若く見られるっていうのは舐められてるっていうか、風格がないみたいなことだから、男は老けて見られた方がいいよね。だいぶ変わったよね。極悪人に見える。何それ。わかる？なんだろうね。相当痩せてたよ。ロハコさんに視点がいった。じゃあピンのやつにしようか。だいたい8月でこんな感じだった。4ヶ月前の俺が多分一番痩せてて、顎周りがスッキリしてるよね、やっぱ。ヒゲがなくても顎が出てるっていうか。顎にちゃんと影があるから。やっぱスッキリしてるなぁと思うね。っていうか、前髪減ってねえか、また。8ヶ月前の方が、あ、8ヶ月じゃない、4ヶ月前の方が前髪あるような気がするよね。痩せすぎ？だからこっから急激に太ったんだよ。今の方がいいって言われる。懐かしい？あ、でもね、昔から老け顔だから、年取らないって言われてるね、顔自体は。顔自体はそんなにって言われてる。俺だってあれだもん、ニコ生に入ってきた時の一番最初につけられたリスナーさんのあだ名が、二代目ユイガだからね。二代目ユイガって呼ばれてたの。ユイガさんがちょうど引退してニコ生を。で、ユイガさんのリスナーがいなくなってたのよ。ユイガさんのリスナーが何見ていいか分かんない時に、俺のところにドカッと来て、お前を二代目ユイガに襲名するって言われたの。だからずっとユイガさんのモノマネやってたんだもん。だからよ、お前つかさよ、俺がよ、なんでユイガなんだよ。全然ちげえじゃねえかよ、キャラクターがよ、なあ、つって。お金がなくて痩せたっていう部分もあるのかな。なんか飯食えなかったんだよね。イケメンではないと思うけどな。イケメンではないよ。だから昔の日本人の顔だよね。昔の日本人の顔。だからよく俺、なんか、お前在日だろうとか言われることあるんだけど、リスナーから。お前在日だろうって言われるじゃん、ニコ生でやってると。お前さ、ってこんなになで型で、こんなに切れ長の人へな韓国人見たことあるかって。重長で、撫で型で、切れ長の一重なのよ。もう典型的な日本人の顔じゃん。お前よくこんなのにお前在日韓国人とか言えるな、みたいな。うん。熱いさんいらっしゃい。ゆいがさん面白いよね。大好きだわ。ゆいがさんほんと好き。大ファンですよ、僕。バランスいいかな。俺ね、結構顔が歪んでるんですよ。あとね、あの、子供の頃、その、なんか、統合失調症が出始めた頃から、あの、筋肉がね、どっちだっけな、こっちが動かないのかな。ちょっと顔面麻痺気味なんだよ。あと、寄り目だし。私も在日朝鮮人とかめっちゃ言われる。あれって決まり文句。挨拶みたいな感じで誰にでも言うのよ。誰にでも言うの、ニコ生とかでは。お前在日だろうとか。なんか、ネトウヨがいっぱいいるから。在日だから何なんだよって話だな。だから俺はよく言うの。あの、俺は旗氏、島津家の家系だから、旗氏だから、そうですよって。あの、3世紀に百済から日本に入ってきて帰化したんですって。僕の先祖、朝鮮人ですよって。百済人ですって。3世紀に帰化したから、日本に。
でもお前が思ってるよりも血筋はいいかなって、徳川家康の血も入ってるからなってすごくない？教科書にさ名前が出る人がさ遠いけど薄いけど徳川家康の血が入ってると思うと笑えない？何それってなるでしょ、うん、自分でビビったもんね、家系図見た時ね、えって家康の血入ってんのみたいな一歩違ったらね、ほんと血をちょうだい、うん、うん、面白いよね。そう、家系だけは名門だからね無駄に鼻高い人は憧れる。蘇我家の血が入ってるはどう？蘇我、だから旗氏だからね、俺は。旗氏って蘇我系じゃなく、蘇我系だっけ？あれか、島津は蘇我系の家系だって言い張ってたんだっけ？蘇我も入ってんだっけ？なんか、だから名門いっぱい入ってるよ。うん、それこそ。だから、篤姫とかさ。篤姫とかの家系だから。ん？島津って蘇我系だっけ？世が世ならね、殿様だったのにね。天皇も旗系だよね、今は、うん、だから旧家族だよね、昔で言うとこ。明治時代とかだったら家族とかになってる、あの花の族、要は日本貴族みたいなのがあるんだけど、その家系だよ、うん、だってほら天皇にも嫁いでる家系だし、あの明治に嫁いでる家系じゃん。あ、明治じゃなくて、あのなんだ、篤姫ってほら島津のお姫様だから、あの徳川にも嫁いでるし、うん、だから薩長同盟の薩摩のことだから島津って。だから現代の権力層は島津結構多いはずよ。まあ本家の方だろうけど、それは俺は文家だから関係ない。そうそう、家族って、そうそう、花の族っていう、うん、でもまあね、ご先祖さんもびっくりしてるだろうね、えって、生ポ出たのみたいなうちの家から生ポ出たの家康びっくりしてるだろうね、篤姫ビビってるだろうね、西郷隆盛とか震えてんじゃないの、マジっすかみたいな、うちの陰から生ポ出たんすかみたいな、殿大丈夫っすかみたいな、最低限じゃないっすか、多分すげえビビってる、あの世界隈で今大変なことやってる、ミーティングに次ぐミーティングやってると思うよ、どうするって、高光どうするつって、とりあえず島津の名前捨てさせましょうよっつって、和道って名乗らせましょうっつってあいつもう島津語ったらダメっすよって、和道っていう名前語らせてなかったことにしましょうっつって、それいいねっつって守護霊に言ってくるわっつって、そうだよ、だから貴族が奴隷階級まで落ちたような話よ、本当に。島津家は昔から興味ありました。あ、だから、あれだよ。俺、長男だから、分家なんだけど、本家ではないよ。本家の島津ではないんだけど、あれだよ。あの、お寺に、血判書、俺の家系って、生まれた長男の子供に血判書をされるんだよ。赤ちゃんの時に。だから、こう、巻物があって、何代当主、何代当主って。俺、27代目当主らしいよ。すごいでしょ？そんな家系未だに残ってると思わないじゃん。これ、マジなんだって。俺赤ちゃんの時に血判書をされてんのよ。で、巻物の中に27代目当主って。だから、家はいいんだよ、本当に。うん。家はいい。すごいよね。笑うよね、そんな。27代続いてるっていうのがすごいよな。まあ、俺の代で終わりだけどね。そんなもん知らねえから。俺の代で終わりだよ。解散だよ、解散。島津家解散。うん、島津家分家解散。王のプライドとかあるよね。プライドとかっていうか実感がないよね。だから別に普通の家庭だから、あ、だからその家柄は人とは違うなと思うよね。例えばそのなんつうの、俺はだから子供のことを親父とかお袋って呼んだことないのよ。それ今だから言ってるけど、俺
幼稚園の時から親父が一緒にいた小学2年生まで親父のことを父上、母親のことを母上って呼んでたの。だから俺の家族って父母って呼んでるのよ。それを聞くとみんなポカンってすんの。お父さん何やってんの？あ、父ですか？みたいな。母ですか？って。で、母、母って言うんだよ。笑えるっしょ？スーパーとかで、小学生ぐらいの男の子が、母、母、お菓子買ってって言うんだよ。父パズドラ課金させてください、父パパ、ママなのかな？うん。こうなるよね。うん。で、お袋が離婚した瞬間に、俺は今まで母母って呼ばれされてたのに、スーパーでいきなり怒られたの。ひどい話だよ。母って呼ぶなって思いっきり怒鳴られたの。恥ずかしいからって言われて。スーパーで母母って呼んでた。恥ずかしいっていきなり怒られて。お前が呼ばせてたんだろうと思って、本当にキレたよ、あれは。小学生の時マジで傷ついたもん。お前が普段呼ばせてた呼び名で、呼んだら逆ギレってどういうこととか思って。母親にマジギレされたからね、スーパーで。上様と呼ばせてもらいます。あ、だから、その、60代とか70代の人とかに、本名を名乗ると、びっくりされるよね。やっぱり、その、わかってるじゃん。その、家族とかさ、その昔の方が、しきたりとかはよくわかってるの。島津って言うと、えって言われるよね。名門じゃん、みたいな。なんでこんな庶民になってんの、みたいな。和道の切れたこと。俺が切れたことはあんまり切れる。だから、その、理不尽なことに対して怒るよね。おかん、おとん。ああ、関西だと、おかん、おとんだよね。だから、すごい特殊だったよ。父、母って呼ぶような家庭とかない、見たことないね、未だに。だから、結構、特殊な家庭だったんだな、とは思うね。島津氏は日本の氏族、鎌倉時代から江戸時代まで続いた薩摩を拠点とする大名の他に多数の分家がある。そう、島津家っていうのは4分派あるんですよ。そのうちの一つです、僕は。あ、だからおじいちゃんは忠夫っていう名前です。この忠の忠の字、そう、忠っていう字と久っていう字はその長男だけにつける名前なの。だから忠夫っていう名前なの、おじいちゃんは。だから、この島津っていうのが、山辺に鳥っていうのが、よくね、あ、お前偽物だろうとか言われるんだけど、違くて、公式のサインで使ってたのが山辺に鳥の島津なのよ。で、略称が、島なの。島津家って使い分けてたのね。公式なサインが、島津なの。で、明治の時に名前を統一しなさいって言われた時に、分家の俺らが島津の方を継いだの。だから、家紋は丸に十の字なのよ。そう。で、今、その、名門って言われてる本家の島津は、2個目の島になってる。うん。この島ね。俺は、その、山辺に鳥の島津なんだよ。そう。公式文章の面では、あ、そうそう、書いてあるね。ごめんごめんごめん。書いてあったわ。そう。だから、島津忠夫っていうのは、文家の中でも、その、4分派ある中での、なんつうの。だから、島津家の中に、側室みたいなのがあるの。その4つの側室の中から本家を選ぶの、なんかあった時。それの、長沼島津だったっけな。長沼島津の方なのかな。だけどね、武田に敗れてんだよね。武田に敗れてるから、その、島送りにされてんだよ。俺の方の、上の方は。で、戦に負けたらもうダメなんだよ。先祖の人に一言。すいません。申し訳ない。頑張ります。頑張ります。本当に。たまに出てくるんだよ。こういうゴミみたいなのが。ゴミみたいなやつが出てくるんだよ。島津って同僚でいたよ。ポンチューだった。やめてくんね、そういうの。なんか俺がポンチューみたいじゃん。パイセンファンいらっしゃい。ワダツ。楽しんでってください。コメントありがとう。ポンチューだった。ろくでもねえな、島津藩。うん、薩摩藩ダメだな、今。パイセンファンさん山形じゃない？山形に多いはずなんだよ。
鹿児島系の島津は、もう一つの方の島津だから。パイセンファンさん、山形の方じゃない。東北じゃない。違う？東北で合ってる。で、もしかしたら山形にあるはずなの。なんでかっていうと、その山形に島津村っていうのがあるのよ。その島津一族だけしか住めない村があるの。田中とか山田とか佐藤とかよくいるよね。それは、もともと名字って持ってなかったんだよ、江戸時代まで。京都に島津家の家紋がある、人形店があるけど、なんか関係あんの。丸二十の字はだから島津系の財閥系で運営してるんでしょ。だからそう、家が島津藩なんでしょ。島津って日本にどれくらいいるんだろう、今。だから家紋、名字よりも家紋の方がどこの軍隊に属してたっていうのがわかるよ。島津村ありますよ。要は、その、武田に敗れ、ん？東北でしょ？合ってるでしょ？合ってるでしょ？そう、島津村っていうのがあるから、山辺に鳥の島っていうのは東北に多い名前なのよ。東北に多いっつっても多分ね、そんな500人とか1000人とかしかいないと思うけど。その島津っていうのは絶対鹿児島系の島津じゃなくて、関ヶ原の時に敗れて、島送りにされて、島津村っていうのに隔離されたの。要は部落まで落とされたの。だけど、その、鹿児島の島津の脅威があるから、そう、唯一対等が許された、武士の位は剥奪されてんだけど、対等が許されてたっていう特殊な家系なの、うちの家系。で、多分、パイセンファンは、そんなに遠くない親戚だよ。3、4世代遡ったら、絶対俺と親戚だと思う。その島津は。島津村っていうのがあって、特殊な村で、もう島津一家しか住んでないの。その、要は捕虜、戦争捕虜なのよ。だけど、その、なんつうの、薩摩藩に顔が立たないからっていうことで、武士は剥奪したんだけど、農民なのに台頭してるっていう特殊な村だったの。うん。あ、面白いよね。歴史とかがリアルになるよね。だから、親父とかに聞くと、その山形の実家とかに蔵があるんだって。まず寺を持ってるのよ。その島津村の真ん中にドーンって寺があって。で、寺の、やっぱ家長なのよ。寺を引き継いでるのよ。で、親戚がもう村中が島津一家なの。で、その中の分家の本家だからやっぱトップにいるわけじゃん。だから蔵が、でっかい蔵があって、もう鎧とか日本刀とかがいっぱいあったよって言ってた。うん、特殊な村だね。だから部落だけど、簡単に言うと。うん、だあのね、寺と癒着してるよ。やっぱり。その、武士家系っていうのは。だから、法人税って非課税で、その、マネーロンダリングする場所なんだよ。戸籍謄本とか、要は、寺って燃やされないじゃん、なかなか。寺って、あとずっと残るじゃん。だから、日本法人、日本の政府っていうのは、寺とか宗教法人を手厚くしてんの。要はね、歴史をちゃんとね、継承してるんだよ。だから、新しいさ、その、歴史の教科書が変わるようなことってさ、寺から大体出てくるでしょ。寺とか神社とかから。だから神主とかね、坊さんとかの古い人とかに話聞くと面白いよ、うん、特殊な村、うん、家紋をたどると大体 どの系の派閥なのか分かるよね。でもね、島津の特殊なところは、なんていうのかな、薩摩っていう風に名乗ってたから、島津っていう名前があんまりね、知らない人が多いんだよ。西郷隆盛っていうのは、島津藩の、部下なのよ。西郷隆盛はみんな知ってるでしょ。西郷隆盛、薩長同盟の薩っていうのは、薩摩の薩なんだけど、その、薩摩っていう国を統治してたトップが島津なの。私は太鼓のマークみたいな、左三つどもえかな？右三つどもえか左三つどもえだと思う。検索してみ？左三つどもえで検索して、それで合ってたら、合ってる。母方が俺左三つどもえだね。天皇家って最強？天皇家って最強っていうか、だから畑系の家系だよね、うん。俺はだからよく言ってんだけど、ユダヤ十氏族の家系よ。うん、外人よ、要は。多分左三つどもえで検索したら、あやか自分の家紋だって出てくると思うよ。三つどもえってどこ系だったっけな、うん、でも家系とか辿るとね、いろんなことがわかるよ。いろんなことがわかるよ。面白いよ。そんなに遠くないんだっていう。だから俺のばあちゃんとか坂本龍馬がどうのこうのとか言ってたよ。ばあちゃんに話聞くと、そういえばお母さんが坂本龍馬と会ったとか言ってたなとか、わけのわかんないこと言うんだよ。うん。
あ、俺はだってユダヤ系の顔じゃん、思いっきり。うん。思いっきりユダヤ人じゃん。こんな鼻で日本人いるわけないじゃん。うん。お前、だから島津っていうのは、その、イスラエル系の家系だもん。左三つどもえで検索してごらん。画像検索。Google で画像検索で左、あ、俺がやってあげるよ、じゃあ、あやか。ちょっと待って。太鼓みたいなやつでしょ。左三つどもえ。左三つどもえね。これじゃないの。これが左三つどもえっていう家紋なの。太鼓みたいなマークって言ってたじゃん。これでしょ。違う。右三つどもえ、左三つどもえってあるんだよ。多分これだと思うんだけどな。これでしょ。これ左三つどもえっていう家紋。左三つどもえどこ系の家紋だっけな、うん、これはあの結構ポピュラーな家紋だね。誰のマーク、ちょっと待って。左三つどもえ、左三つどもえ、ちょっと待ってね。左三つどもえは平安の貴族藤原実経の子孫西園寺家の家紋が左三つどもえ。西園寺家の家紋、藤原の子孫の西園寺家の家紋。大丈夫、西園寺とかじゃない、名字バレるよあのスルーしていいかんね、特定されるから。西園寺家の家紋だから西園寺彩香の可能性あるんじゃん西園寺彩香か藤原彩香の可能性があるね。だから家紋で結構バレちゃうから。菊の家紋、結構いい家紋だね。菊は相当いいよ。家紋の最初は平安の貴族が自分の牛車に一目でわかるように印をつけたのが始まり。巴三つ自分の国、西園寺家、全然違う。西園寺家の子孫に仕えてた可能性があるね。じゃあ佐藤っていうのはただの農民。例えばあの元々なんで名前で大体わかるんだけど、田中とか山中とかあるでしょ。あれはなんでああいう名前をつけたかっていうと、まず明治の時にそのファーストネームラストネームっていう概念が入ってきて、要は文明開化で、で俺らもそのなんつうの、日本人も要はその先進国になろうって言って政策でやった時に、日本人っていうのは名前をいくつも持ってたのよ。島津とか名字を持ってるっていうのは武家の家系だけだったの。で、その例えばさ、木下藤吉郎とかさ、木下藤吉郎が誰になったかわかるでしょ。その武士の中でも戦で功績を上げると名字を変えてたんだよ。っていうようにその武士だけが持つっていう特権階級だったの。だけど平民にも名字を与えて、その家っていうものをちゃんと作らせようっていう。だから農民の家になんで家系図がないかとか、その私の先祖何か分かんないっていうのは、もともとその武士にしか持ってないその概念だったからの、家系を守るっていう概念が。でその山中とかなんでそういう安直な名前がつくかって、田中とかつくっていうのは名字の付け方が分かんないってなったのよそうじゃん、いきなり名字つけろって言われたけど、どうしたらいいって言ってお坊さんに相談して、あ、じゃあお前は山の中に住んでるから山中なとか、お前田んぼの中に住んでるから田中なとかわかる。だからあのその自分が住んでる土地の雰囲気、林とか、林に住んでるからお前林さんなとか、林と田んぼ持ってるから林だなとか、わかる。いや、そういうもんだよ。だって日本全国でそれが一斉に起こったんだもん。だからまあ、だからで、癒着、ゆかりも何もないから、ああ、田中でいっか、みたいな。うん、あとは、その、なんつうの、朝鮮人とかがいっぱいいたから、在日朝鮮人の人は漢字がわかんないじゃん。なんだっけな、朝鮮人がつける名前はパクっていう字あるじゃん。あれはだからなんで林にするかっていうと、パクっていう字から来てるとか、そういうのがある。田んぼの中で田中ですよ。そういうことですよ。だから苗字って実は先祖の位が分かっちゃうの。だから差別になるって言われてんの。例えばさ、徳川っていう苗字が出たら絶対財閥だって分かるじゃん。絶対に徳川です。徳川忠雄です。とかさ、徳川源十郎ですって面接に来たらさ、徳川家かよってなるでしょ。分かりやすいんだよ。おはよう、美咲ちゃんいらっしゃい。徳川って名前はいるよ、いるよ。全然いるよ。全然いる、全然いる。徳川とか足利とか全然いるよ。うん。あと何、何武将だと誰がいる、大名。で、今では分かんないかもしんないけど、大名って国のトップだったのよ。日本っていう国がなかったから。
その薩摩っていう国だったのよ。だからその門があって関税とか交流とかができなかったわけだ。だから国のトップだったんだよ、それぞれ。そういう名前の人は王ってわかるよね。わかるだろうね、うん。そう、名字はだから差別の温床になる可能性があるから、だから義務教育であんま教えないのよ、うん。歴史は教えるけれども、そういうゆかりとか教える差別の問題になるじゃん。お前田中かよとかなるじゃん小学生とか。だからあんま教えないの、うん、差別をなくすために、うん。でも寺とかで教えてもらったら面白いよ、うん。自分の名前で検索したらいくらでも出てくると思うよ。教えなくてもバレちゃうっていう頃には教養が身についてるから大丈夫なんだよ。大人になってるってことじゃん。そもそも俺はだから紀元前3世紀の頃に日本に渡来してきて、百済っていう国、要は朝鮮から流れてきたんだけど、その朝鮮の前っていうのはユダヤ十氏族だって言われてる人種がいるんだよ。 DNA 的に朝鮮人じゃないんだよ。それが旗氏って言ってて、その天皇とかになった元藤原系の人間なんだよね、旗、うん。和道って名前と田中って名前だったら凄さが違う。だから、ゆずきとかいう名前を使ってたらしいんだよ。その畑の名前。だから和道じゃなくてゆずきって名前、弓に月って書いてたんだよね。ゆずきって名乗ってもかっこよかったかもしれないよね。その、自分の先祖の名前から取って、ゆずきって言うんだけど。これを古代の名前で使ってたの。その、くだらの時は。旗じゃなくて。藤原氏の末裔と自称していたと。だからあれなんだよな、日本の歴史ってそんな遠くないんだよね。繋がってるんだよね、全部ね。全部繋がってるんだよ。そんなにね、2000年ぐらいしか歴史がないんだから。日本だと2600年か。サメとヨッサンは森の中。森、いや森を持ってたんでしょ、地主なんでしょ。だから俺、鮫島さんの家は結構多分優勝あると思うよ。本家がどうのこうのとか言ってんじゃん、よく。本家と喧嘩したとか。だから森って名前がついてるから、多分ね、地主なんだよ。森を持ってたんだよ。でもほとんどの名前山田と田中じゃない、ガドぐらいじゃん。いや、別に、うん。だから今はさ、その家じゃなくて民主主義の制度を採用してるから、別に、その家じゃなくても成り上がれる時代じゃん。奈良県なんだ。そう、ルーツがわかるから。そう、今はだから名字とか関係ないでしょ。だから明治以降の政策がやっとうまくいったんだよ。あ、じゃあ一回ね、あと8分で放送終わりにします。もしよかったら次枠も来てくれる人はフォローしてもらえるとありがたいです。フォローよろしくお願いします。次役すぐ撮ります。もう4時間やったんだ、早いね。もう4時間経ったよ。私の実家の近くに苗字が一緒の人が多いんだけど、何なの。あ、だから一族なんでしょ。さっき言った島津村みたいなもんでしょ。もともと、だから3世代、4世代たどると、5世代とかたどると、
あの、その、だから、ほら、昔の人って移動が物理的に不可能だったじゃん。移り住むとか引っ越しするって大変なことだったから、土地と土地に根付いてんのよ。名字っていうのは。だから、顔とか似てる系統のはずだよ。うん。藤原とかはいいな。藤原なんか名門じゃん。藤原なんか名門中の名門だよ。由緒ある家系ですよ。由緒ある家系。家事したり美容院行く準備するからまた来るね。おいおい、また来てね。近所に人のお墓におしっこする気違いがいるんだけど、元を頼めば繋がってるってことかな。嫌だな。繋がってるんだろうね。小学校の時に和道の話聞かされたら絶対いじめ起きるな。絶対起きるでしょ、うん、だから義務教育では教えないんだよ。教えられないって言った方が正しいよ。そんなのは勝手に家でやってくれっていう。公的な場所では教えられませんよっていう話。だから天皇家とかの話とか聞いたら多分暴動起きるよ。簡単に言うと、今の日本のトップの天皇っていうのは日本人じゃないんだよ。もっと大元をたどれば。そうそうそう。被差別部落も同じ名前。だから京都とかは結構その辺敏感だよね。名字とかで差別するっていう。もともと京都っていうのはその部落の問題すごい意識強いから。だからそのよそ者を排除するっていう考え方があるから。どこの家っていうの気にするんだよ。先祖は韓国。だから俺も韓国だよ。くだらだから。出身地とか名前で差別起きるよ、起きるよ。朝鮮人って本当なのかな？だから、朝鮮人っていうよりも、もともと朝鮮人っていう概念がなかったんだって。韓国っていう国がなくて、朝鮮っていう国は日本の統治下にあったのよ。だから日本人だったの。侵略してたから、日本が。だから同じ日本人として扱ってたんだけど、その韓国っていう分断が起こったわけよ。要はアメリカが、その韓国は韓国独立させるからって言って切り離したの。だから台湾人も日本人だったの。台湾と韓国は日本だったんだよ。そう。だから問題はなかったの。統治してたから。だから当時の台湾っていうのは、日本よりも進んでたの。なんでかっていうと、日本政府が台湾っていうのに投資しまくってたから。だから台湾の人っていうのは未だに親日なのよ。あの、震災が起こったっていうと、恩返ししなきゃっつって200億とか速攻くれたでしょ。あれは、だから、昔の日本人が台湾をインフラを整えたからの。だから、それはアメリカが、その、ぶっ壊したんですよ。うん、全然知らなかった。まあ、本来はそれを学校で教えてるんだけど。だから、日本に残った、その、韓国生まれの人たちがいっぱいいるわけじゃん。日本も、日本、同じ日本だったから旅行できて行き来できたから。要は、こっちで言うところの韓国人からしたら、東京で仕事すっか、みたいなノリだったのよ。地方だったから、簡単に言うと韓国は。だけど、その、韓国に別れますよって、日本に住んでる人どうしますって言った時にどうしようって悩んで、うん、韓国籍選ぶか日本籍選ぶかっていう問題っていうのが在日の問題なのよ。だから、日本政府っていうのは在日の人にも、その生活保護とかを手厚くしてたのよ。だから、その問題、だから、その、簡単に在日とかディスったりとかじゃなくて、ちゃんと歴史を知らないと意味がないよっていうことを俺はよく言ってんの。うん。昔は差別がひどかったみたいだから、小学生の時に聞かした。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、もともと韓国籍だったんだ。うん。いいんだよ、いいんだよ。差別なんか、だって、長い目で見たら人間なんかアフリカから来てるわけだから。だから俺も言ってんの。俺も在日だよ、つって。3世紀に帰化したんだよ、日本にって。そう、うん、次役でね、もうちょっと掘り下げてもいいよ、その話は。もう日本の歴史みたいなね、本当の知ってる部分でよかったら、うんうん、学校じゃ教えてくれないような話は結構思ってるよ。韓国人と日本人とで何が差別が起きちゃうの？だから結局、そのまず、韓国籍のまま日本に留まることができたの。で、日本に、その、朝鮮学校っていうのがあるんだけど、要は韓国語で教えてるのよ、ハングル。ハングルで。北朝鮮の人たちもいるわけじゃん。でしょ？とんでもない数いるんだよ。
何万人、何十万人っていうレベルでいるんだよ、日本の中に。で、日本語で教えないのよ。でも普段の生活は日本語でできるけど、思想は韓国とか北朝鮮の思想で教わるわけよ。だから反日になるわけじゃん。だから右翼とかは起こるわけよ。日本に住んでんだったら日本に帰化したからやれっていう。日本になんでその特権を作ってるんだって言って怒ってんの。右翼は。おはようございます、吉村さん。ひでぴょんおはよう。もう次枠行くからフォローしといてください。お疲れい。次枠行くよ。どうしても日本を敵対する朝鮮人とかにはイラッとしてるの。それはだから日本は敵国だっていう風に教えてるから。日本の中で朝鮮学校で日本は仮想敵国だから。だから北朝鮮と交易を結んでないでしょ。だからそんなことやめちまえって言って怒ってんの。うん。右翼の気持ちもわかる。いや、日本の右翼はね、もうなんか本当の右翼じゃなくなってるから。うん。それも利権同和問題っていうのがあるんだけど、それを話さないと多分理解できないと思う。私の親サラリーマンとかできなくて自営しかできなかった。そういう時代もあるし、逆に言ったら、その、でっかい企業とか、なんかメディアだよね。テレビ業界とかさ、パチンコ業界のボスっていうのは全部、例えばパチンコ屋さんの経営者って7割が北朝鮮とか韓国なのよ。そう。だからパチンコの売り上げっていうのは、北朝鮮に流れてるのね。うん。パチンコってもともと日本の文化じゃなくて韓国で生まれた文化なのね。で、すごい巨大な利権を生んでるでしょ。だから力持ってるから、その、なんつうの、韓国人枠っていうのができてるって言われてるよね。在日韓国人の中から採用しようっていう枠とかもある。ただ、その、つながりがなかった部落の人たちとか、在日の人たちとかっていうのは自営しか道がなかったっていう。だから職業で大体バレちゃうっていう。それが差別になってる。目が一重は韓国系じゃなくて、俺みたいな目っていうのは思いっきりクラシックな日本人の目だね。韓国人の人っていうのはエラが張ってて四角い顔をしてるよね。だからもう撫で型で肩がなくて着物が似合って面長って言ってこう顔が縦に長くて卵みたいな顔立ちでこの目がこう切れ長ってわかる。この顔っていうのは思いっきり日本に古くからある公家顔って言われてる。公家顔で検索して公家顔。そしたら藤原とか言ってる意味がわかるから。クゲ顔っていうのはこういう顔。クゲはわかるでしょ。窓を差別についてぶった切っていいよ。 OK。 じゃあみんなお疲れ様です。オツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。